わぁ懐かしいわ。なんだ霊夢、卒アル見てるのか。霊夢にも可愛い時代があったんだな。私は今でも可愛いわよ。それにこの頃は近所では神童と呼ばれていたのよ。嘘だろ？どんなことで神童扱いされてたんだ？ポケモンのレベルを一瞬で100にして、みんなから神扱いされたものよ。それはただのチートゲーマーだろ。よくもまあそんなんで神童と呼ばれたものだぜ。世界の神童はそんなもんじゃないんだぜ。私よりすごい神童がいるなんて気になるじゃない。なら今回は神童と呼ばれた数学者7人について解説するぜ。天才数学者は小さい頃からぶっ飛んでるイメージだから、楽しみだわ。一人目はウィリアム・ジェームス・サイビスだ。サイビスはニューヨーク生まれでユダヤ系の数学者だ。ユダヤ人は天才が多いイメージだよね。その神童っぷりは異次元級で、生後8ヶ月で自分でスプーンを使って食事を取ったんだ。まだ生まれたてじゃない、私なんて手がないから、未だにスプーンも使えないっていうのに。さらに1歳半でニューヨークタイムズを読み、2歳でラテン語、3歳でギリシャ語を習得した。いや1歳で新聞とかどんだけ渋い赤ちゃんよ。数学者なのに語学においても神童だなんてすごすぎだわ。また3歳でキーボードのタイピングをマスターし、6歳になったら歴史上のどんな日付の曜日も、一瞬で計算することができたと言われている。パソコンにも強いなんて非の打ちどころがないじゃない。そして6歳の時には大学レベルの数学の試験で、合格点を獲得する数学力を身につけ、8歳の時点で心理学者である父親の数学力を上回り、11歳で名門のハーバード大学に入学している。これはハーバード大学の歴史上、最年少記録なんだぜ。まさに神童というにふさわしい経歴ね。私なんて11歳の頃はポケモンしかしてなかったのに。霊夢のポケモンの思い出はもうお腹いっぱいだぜ。8歳の時点でハーバード大に入学できる学力はあったが、さすがに年齢が若すぎるということで拒否されたんだぜ。そして入学後に数学教授の前で、4次元体に関する講義を行い高い評価を得ている。その後なんと16歳という若さで、ヒューストンのライス大学の数学教授に就任したんだ。16歳って日本だとまだ高校生の年齢じゃない。本当にレベルが違うのね。数学者としてとっても活躍してそうね。いや意外とそうでもないのが人生の恐ろしいところだぜ。ここまでは順風満帆に見えたサイビスの人生は、ここから転落していくことになる。数学教授として働く中でレベルの低い学生の指導に、嫌気がさして、なんと1年で退職してしまう。もったいないわね。その後18歳の時にハーバード大学のロースクールに、入学したが精神的に満たされないという理由で、ここもすぐに中退してしまう。でもさらっともう一度ハーバード大学に、入っちゃうのはさすがの一言ね。そしてなんとロースクールを中退した1919年に、国の徴兵に反対するパレードに参加し逮捕されてしまう。そこからサイビスは殻に閉じこもるようになり、表舞台へほとんど姿を見せなくなってしまったんだ。そして1944年に脳卒中が原因で、46歳という若さでこの世を去ったんだ。人生の山と谷の落差がものすごいわね。サイビスは成功しなかった神童として、よく引き合いに出されることがあるが、いくら子供の頃に優れた能力があったとしても、将来どうなるかわからないということがよくわかるな。二人目はジョン・フォン・ノイマンだ。ノイマンはあのアインシュタインが、世界一の天才と呼んだほどの天才数学者だ。あのアインシュタインがそこまで絶賛するのね。ノイマンは1903年にハンガリーで生まれ、幼少期から一度読んだだけの本を、一語の狂いもなく暗唱してみせたと言われている。また電話帳を適当に開いたページを眺めて、その番号をすべて足した時の数を計算して、遊ぶのが日課だったらしいぞ。裏技使いの私から見ても、明らかなチート野郎ね。また6歳で8桁の掛け算を暗算で行い、父親とは古代ギリシャ語で冗談を言い合っていたらしい。単純に母国語で話せよと思うのは私だけでしょうか。そして8歳で微分積分をマスターしてしまったんだぜ。いやあんなもの高校生の私でもさっぱりだったわよ。高校生なら少しは頑張ってもらいたいところだが、そしてなんと大学を3つ掛け持ちして、数学、物理、化学の博士号を一気に取得するんだ。いやバイト感覚で大学掛け持ちされても困るわ。1927年からベルリン大学で講師を務め、大数学、集合論、量子力学などの論文で、世界的に注目を集めることになるんだ。その後のノイマンは数学だけでなく、物理学や気象学、経済学など多くの分野で、偉大な功績を残しており、その異常な頭の良さから、悪魔の頭脳と呼ばれ、IQ は300以上あったと言われているんだぜ。ノイマンの有名な逸話として、知人の数学者が3ヶ月かけていた結論を、わずか数分で導いてしまったというものもあるくらいだ。本当に同じ人間とは思えないわね。数ある医療の中でも特に有名なのがゲーム理論だ。これは2人以上のプレイヤーが利害関係にあるときに、自分と相手が最適な利益を得られる状態を、数学的に導き出す理論のことだ。ちょっと何言っているかわからないわ。例えばプレイヤーを個人とすると、会社での上司と部下の関係において、部下はどのように行動するのが最適かわかり、プレイヤーが国家だとすると、貿易交渉などを有利に進めるための、最適な行動を導くための理論と言える。いろんな場面で使える理論なのね。
今はそのくらいの理解で大丈夫だぜ。このゲーム理論を使った囚人のジレンマという話が面白いから気になる人は調べてみてくれ。さらにノイマンは現代の生活には欠かせない。コンピューターの基礎を作ったことでも有名だ。私たちが使っているコンピューターの 99% は、ノイマン型と呼ばれるノイマンが考案したものが、ベースとなっているんだぜ。私が毎日 YouTube でダラダラできるのも、ノイマンのおかげなのね。ノイマンがコンピューターを作った時に、私の次に計算の早いやつができたな、と発言したらしいぞ。うん、まさに悪魔の頭脳にふさわしい名言ね。3人目はエヴァリスト・ガロアだ。ガロアは1811年にパリ郊外で生まれた数学者だ。ガロアは現代数学には欠かせない学問となっている、群論の基礎を築いたとされる天才なんだぜ。群論って何？群論とはスーパーざっくり言うと、数の集合の性質を調べるための学問だ。ここで言う集合とは自然数とか、整数とかのことだ。数字一つ一つを見るんじゃなくて全体を見るって感じ？まあここではそれくらいのイメージで大丈夫だ。ガロアは群論の研究でガロア理論という学問を作り、5次以上の方程式には一般的な解の公式がない、ということを示した偉大な人物なんだぜ。2次方程式の解の公式なら習った記憶があるわ。そうだな、そして3次と4次方程式にも公式があるが、5次以上になると存在しないんだ。存在しないことを証明するなんてガロアやるじゃない。ガロアは12歳の時にリセという、日本でいう高校のような学校に入学する。しかし2年生の時に学業をおろそかにするようになり、実はガロアは留年しているんだ。え、全然神道とはかけ離れている気がするんだけど。ところが留年して時間ができたガロアは、初等幾何学といういわゆる図形の学問の教科書に出会い、本来は2年かけて学ぶ内容を2日で読破してしまう。今回は少しでも勝てそうと思った私がバカだったわ。そこで数学の才能に目覚め、数学専門コースに飛び級するんだ。まあそこでも数学以外は全くやらず、先生からの評判は最悪だったらしいがな。一つのことに没頭しちゃうのって天才あるあるよね。そしてわずか17歳で、循環連分数に関する一定理の証明という論文を提出し、さらにその1ヶ月後にガロア理論に関する、重要な論文を提出するが担当者に紛失されてしまう。そして大学入学後に紛失された論文を修正したものを、再度提出するが、審査員のジョゼフ・フーリエが、急死してしまい、またしても紛失されてしまった、というエピソードがある。何よそれ、さすがにガバガバすぎじゃない？担当がいなくなったなら、誰かに引き継ぎなさいよ。ガロアかわいそすぎでしょ。これは理由かは定かではないが、一説によると、ガロアの理論は当時の人々には難しすぎて、ほとんどの人が理解できなかったと言われているぜ。もしかしたら査読担当者が意味がわからなすぎて、紛失したことにしてしまったのかもな。そんなんで必死に書いた論文をなくされたら、たまったもんじゃないわね。実際にガロア理論が世間に評価されたのは、ガロアの死後から40年ほど経った後だったんだ。ガロアの最後は衝撃的で、最終的に一人の女をめぐって決闘し、21歳の若さでこの世を去っている。数学者なのに情熱的な死に方をしたのね。今は評価されているようで安心したわ。4人目はウィリアム・ハミルトンだ。ハミルトンは1805年生まれのイギリスの数学者で、四元数という概念を提唱したことで有名だ。四元数って何なのさ？マリサは虚数って知ってるか？確か2乗してマイナス1になる数って習った気が。その通りだ。これは私たちが普段扱っている実数の世界では、存在しない数なんだ。普通は2乗するとどんな数でもプラスになるからな。だから嘘の数と書いているのね。まあ正直その解釈はだいぶ語弊があるんだが、そんなイメージで大丈夫だ。そこで実数を拡張して新たに虚数という数字を作った。この拡張した数字の集合を複素数という。四元数とはこの複素数をさらに拡張した数のことなんだ。拡張好きの変態数学者ってことなのね。ハミルトンファンに怒られるからやめてくれ。ハミルトンは10歳で英語やラテン語など、10カ国語の言語をマスターしており、15歳ですでに有名数学者の書籍を読み漁り、数学の道に目覚めていたと言われている。なんか数学者のくせに言語に強い人が多いわね。まあ天才は何でもできちゃうってことだな。そして16歳にはラプラスの天文力学という書籍に、誤りがあることを発見し専門家を驚かせたんだ。もはや間違い探しのノリね。ハミルトンは数学の研究だけにとどまらず、光の研究へ数学を応用するなど物理学の発展にも、大きく貢献しニュートンの再来とも呼ばれたんだぜ。それは科学者にとって最高の褒め言葉ね。そんな偉大なハミルトンだったが晩年は、アルコール中毒と痛風に苦しみながら、数学の研究を続け、1865年に息を引き取った。残された研究部屋には酒と肉汁にまみれた、200冊のノートが発見されたらしいんだぜ。いろいろな意味で豪快な人生だったのね。5人目はブレイズ・パスカルだ。パスカルは1623年にフランスで生まれた数学者で、人間は考える足であるという名言を残したことで有名だ。それなら聞いたことあるわ。当時は私には足はないわって怒ったものよ。その足じゃないわ。パスカルは10歳に満たない頃に三角形の内角の和が、
180度になることを自力で証明したという逸話がある。小学生のうちにそんなこと思いつくなんてまさに神童ね。パスカルの父親は自然哲学や科学を趣味としていて、自宅には一流の科学者がよく訪れていたらしい。その環境によってパスカルの数学的才能が開花したと言われているんだ。天才の上に環境も整っていたら鬼にかなぼうね。さらに17歳には当時徴税官をしていた父親の仕事を楽にしようと機械式計算機の制作に取り掛かり、2年後に完成させるということもやってのけている。人格も素晴らしいなんて非の打ちどころがないわね。パスカルの数学者としての偉業は数多くあるが、中でも有名なのが確率論を体系化した人の一人ということだな。もともとは掛け事について考察していたことがきっかけで確率論に発展していったんだ。パスカルのおかげで私の数学人生は狂ったのであった。それは霊夢が確率の勉強をサボっただけだろ。パスカルの活躍は数学だけにとどまらず、物理学の発展にも大いに貢献した。よく天気予報なんかで聞くパスカルという気圧の単位は、パスカルの名前が由来なんだぜ。今でもおなじみの単位になっているなんて偉大だわ。私もいつか単位になってみたいものよ。霊夢は学校の単位を取ることすら怪しいけどな。余計なことは言わなくていいのよ。また学問以外でも当時富裕層しか乗れなかった馬車を乗り合いにするシステムを構想した。当時の馬車が今でいうタクシーなら、公共のバスを運営するような発想だな。事業家としての一面もあったのね。そうなんだ。だがようやく乗り合い馬車が創業して、6ヶ月後に体調不良で死去してしまう。この時わずか39歳だったんだ。逆に言うと39歳でこれだけ多くのことをやったのね。本当に尊敬すべき人だわ。6人目はカール・フリードリヒ・ガウスだ。ガウスは1777年に生まれたドイツの数学者で、19世紀最大の数学者の一人と呼ばれている。神童としての有名なエピソードは次のようなものだ。7歳の時に学校で1から100の数字を全て足せと、先生に言われた時一瞬でその答えを言ったという。ガウスは暗算が得意だったのね。いやそうじゃない。普通1から100まで足そうとすると1たす2たす3のように、頭から足してしまいがちだが、ガウスは最初と最後の1と100を足すと101になり、一つずつずれた2と99の和も101になり、これが50たす51まで50個分あることに気づき、101×50=5050 と瞬時に答えたんだ。小学生のくせになんて柔軟な発想なのかしら。これを見た算数の教師は、この子に教えられるものは何もないと悟ったそうだ。さらに3歳の時まだ満足に話せない時に、父親が職人に払う給料の誤りを指摘したという逸話もある。また小学生になる前から積分の概念を、自力で考案していたというぶっ飛びエピソードもあるんだ。もうここまで来ると何聞いても驚かないわね。小さい頃から音楽や言語学にも精通しており、中学生にしてどの道に進もうか悩んでいたらしい。私も中学校の時は悩んだものよ。お、意外に霊夢も中学からやりたいことがあったんだな。ポケモンを赤にするか緑にするかね。いやそれはどっちでもいいわ。ガウスは大人になってからも、いくつもの偉大な成果を残している。最小次乗法、複素平面など挙げればキリがない。ガウスという物理学の単位もあるくらいだ。世紀の大天才だったのね。七人目は関田嘉一という江戸時代の数学者だ。最後は日本人なのね。関田嘉一は日本数学史上最高の一人とも言われた。天才数学者だ。5歳の頃関家の養子となり、当時の数学書で最も有名だった人工期を独学し、習得してしまう。もはや勝手に教科書を漁って独学しちゃうのは、神童あるあると言っていいわね。天元術という中国から伝わった大数式の解法も、独学で学び、当時そのやり方を知る者は、ほとんどいなかったので、本当の意味で一から学び習得したんだ。そしてその天才っぷりが五代将軍徳川綱吉の耳にも伝わり、勘定奉行として幕府に仕えることになる。天才すぎて出世するなんて羨ましいわ。関田嘉一の偉業で代表的なものは円周率の計算だ。関田嘉一は正十三万千七十二角形を使うことで、円周率を小数点以下11桁までの精度で求めたんだ。13万角形ってもはや角見えないでしょ。数学者ってやっぱぶっ飛んだ人が多いのね。さらに連立方程式の解を求める公式を作ったり、その公式を作る過程で行列式という、現代数学では欠かせない概念を発見していて、これはヨーロッパに先駆けた発見だったと言われている。日本の数学は明治以降に西洋数学の影響で発展したため、歴史に残る大数学者として、日本人の名が挙げられることは少ない。そのような環境でここまでの偉業を達成したというのは、関田嘉一がよほどの天才だったと言わざるを得ないぜ。江戸時代にこんなにすごい人がいたなんて、同じ日本人として誇らしいわね。関田嘉一はどんな人物だったの？それが関田嘉一の生涯に関する資料はほとんど残ってなく、彼の経歴には未だに多くの謎が残っているんだ。そうだったのね。そのミステリアスな感じも数学者っぽくていいわね。まあ関田嘉一が天才だったことに変わりはないぜ。こうやって見るといろんな数学者がいたわね。そうだな。スポットライトが当たっていたのが幼少期だけだった。サイディスみたいな人もいれば、大人になっても数々の偉業を成し遂げた。
ガウスのような人もいて、様々だったな。まああまり過去の栄光にとらわれすぎず、これからのことを考えて行動していくことが、大切なのかもしれないな。ちょっといいこと言うじゃない。感動して震えてきたわよ。振動だけにね。皆さん地獄の空気でさようなら。次回も見てね。最後までご視聴ありがとうございました。ねえねえ、マリサ。数学の歴史上の偉人って言うと、ガウスとかオイラーが有名だけど、日本人はあまり出てこないわよね。やっぱり数学力は日本より、海外の方が優れているということなのかしら？そんなことはないぞ。確かに数学の歴史を遡ると、主に西洋を中心に発達してきており、日本に西洋数学が導入されたのは、江戸時代の中盤だから、それまでの歴史の中で、あまり日本人の偉人が名を残していることは少ない。ヨーロッパとかと違って、日本は島国だから、なかなか情報交換も難しそうだものね。しかし、現代の日本は、数学界のノーベル賞と呼ばれる、フィールズ賞の受賞者を、これまで3人輩出しており、これは世界で5番目に多い人数だ。このことからも、むしろ日本は数学大国といえ、これまで数多くの数学者が活躍しているんだぜ。なんだか誇らしい気持ちになってきたわ。具体的にはどんな数学者がいるのかしら？なら今回は日本が誇る天才数学者を、7人厳選して紹介するぜ。と文系でもわかりやすいように、優しくお願いするわ。まず1人目は、岡木義だ。岡木義は1901年に大阪で生まれた数学者だ。専門は多変数複素関数論と呼ばれる分野なんだぜ。一文字も意味がわからないんだけど、めちゃくちゃざっくり言うと、虚数を使った数学を、さらに発展させたような分野だな。虚数って確か2乗して、マイナスになる数のことだったわよね。その通りだ。岡木義は、この分野における先駆者とも言える人物だ。当時この分野で三大問題と呼ばれる、3つの難問があったんだが、なんと岡木義はその問題をすべて、1人で解決したんだ。それはすごいわね。1人で赤犬、青キジ、キザルを倒しちゃったようなものじゃない。唐突なワンピースネタはやめてくれ。あと今の3対象はキザル、フジトラ、緑竜だ。ってツッコミのコメントが入ってしまうぞ。何よ、マリサもワンピース見てるじゃない。ワンピースはもはや国民のバイブルだからな。話を戻すと、岡木義はその凄まじい偉業から、海外では岡というのは、個人名ではなく、複数の数学者が集まった団体のハンドルネームだと思われていたくらいなんだぜ。複数の数学者が集まって、やっとできるレベルのことを岡さんは1人でやっちゃったってことなのね。そのくらいの大天才だったってことだな。岡木義の経歴を簡単に話すと、京都大学に入学し、その後同大学で講師や助教授を務める。その後フランスに留学し、ソルボンヌ大学のポアンカレ研究所で研究員となる。その後日本に帰国し、様々な大学で研究を進め、奈良女子大学の教授になるんだぜ。京大卒で、海外留学なんて、絵に描いたようなエリートね。ワンピースに例えるなら、ワンピースネタはもういいぜ。岡木義は三大問題の解決をはじめとする、数々の偉業を称えられ、1960年に文化勲章を受章する。国にも認められるほどの大天才だったのね。その授賞式の場で、天皇陛下に数学研究とは何かと聞かれた時に、数学とは生命の燃焼ですという名言を残しているんだぜ。命を燃やすほど数学に打ち込んでいたなんてすごいわね。もしかして岡さんはメラメラの実を食べていたのかしら。岡木義が悪魔の実の能力者なんて話は聞いたことないぞ。そんな偉大な業績を持つ岡木義だが、かなり変わった人で、多くの奇行エピソードがあることでも有名だ。例えば、フランスから帰国後、現在の広島大学で助教授をしていた時に、近所の川の土手を歩く中学生2人を襲い、帽子や靴を奪って逃げたことで、逮捕されるという事件を起こす。しかも逃げた後に近くの神社で寝そべって、近世から来た娘の話を聞いていたと話していたそうだ。なかなか強烈なエピソードね。それでよく文化勲章もらえたわね。当時、九山の第二問題という論文に没頭し、その影響で神経が衰弱していたことが、事件を起こした原因と言われているんだ。青木寺と戦っていたことが原因だったのね。絶対言うと思ったけど、その九山じゃないわ。その他に、高校3年間一度も歯ブラシを使わなかったり、学会で突然立ち上がり、その研究の方向は180度間違っている、正しい方向はこっちだと、部屋の後ろを指さしていったらしいぞ。逆にそれくらい変わっていたから、他の人にはできない偉業を達成したのかもしれないわね。二人目は望月慎一だ。この人はニュースで見たことがあるわ。確か数学界の難問を証明したということで有名な人だったわよね。そうだな、望月慎一は、2012年に ABC 予想と呼ばれる数学界で最も重要な未解決問題の一つを、証明したと主張する論文を提出したんだ。数学の論文を提出すると、それが本当に正しいかどうかを審査する査読が行われる。通常は数年もあれば、査読は完了するんだが、この論文は査読に8年もかかった。なんでそんなに長かったの？ ABC 予想の証明に使った理論を、宇宙最大ヒミュラー理論と言うんだが、それが今までの数学にない斬新すぎる理論で、多くの数学者が理解できない難解な理論だったからなんだ。
新しい理論を作っちゃうなんて、やっぱり天才なのね。そうなんだ、これまでにない新しい理論で、数学の発展に寄与する重要な理論として期待されている。一方で、その理論はおかしい部分がある、との声もあり、ABC 予想の証明が完全に認められているわけではないんだ。まあどちらにせよ、彼が天才であることに変わりはないがな。望月新一さんってどんな人なの？彼の経歴を簡単に話すと、1969年に東京に生まれ、5歳に父親の仕事の関係でアメリカで暮らすことになる。そしてアメリカの中で最も権威のある重工、という意味のテンスクールの一つである。フィリップス・エクセターアカデミーに入学し、飛び級により、そこを2年で卒業してしまう。その後名門のプリンストン大学に入学し、博士号を取得した後、日本に帰国し、世界有数の数学研究機関である、京都大学数理科学研究所に在籍し、研究を進め、32歳の若さで教授にまで上り詰めたんだぜ。輝かしい経歴すぎて、目が開けられないわ。そんな天才が挑んだ ABC 予想ってどんな問題なの？細かい話をすると、長くなってしまうので割愛するが、ABC 予想は、足し算と掛け算とはどんな計算なのか？ということを本質的に考える問題なんだ。足し算と掛け算なんて、私でもできるわよ。それはあくまで道具として使っているだけで、その本質というのは実は奥深いんだ。まあこれ以上話すと、キリがないから、気になったら調べてみてくれ。そんな望月新一だが、彼もまた変人であることで有名だ。実は彼は欅坂46のファンであることが知られている。え、なんだか意外な一面ね。しかも欅坂46のサイレントマジョリティという曲は、自身の理論と共通点がある。ということを自分のブログで書いているんだぜ。天才にしか見えない世界があるのね。三人目は関田嘉一だ。関田嘉一は江戸時代を代表する数学者で、日本数学界最大の天才と呼ばれている。しかし関田嘉一に関する資料はあまり残っておらず、その出生は今でもよくわかっていない。関家の養子にもらったというのが有力な説だ。関田嘉一は小さい頃から、その才能を発揮し、神童と呼ばれていた。江戸時代では人工期という、幅や面積の計算などの計算法がまとめられた書籍が普及していた。5歳の頃に、関田嘉一は人工期を独学で勉強し、それがきっかけでより高度な数学を学ぶようになる。5歳で自分から数学書を読んで、習得するなんてただものじゃないわね。その才能が当時の将軍であった徳川綱重の耳に入り、勘定奉行として幕府に迎え入れられる。数学ができすぎて、出世するなんて羨ましいわ。一説によると関田嘉一は武士としての腕前も一級品で、まさに文武両道を体現していたと言われているぜ。主人公感満載のチート野郎ね。その後も関田嘉一は数学の研究を進め、数々の業績を残す。その業績の一つに天算術がある。当時の人々は何かの計算をするときには、算技と呼ばれる道具を使って計算しており、今の計算に比べると、かなり非効率な計算方法だった。そこで関田嘉一は、紙面上で、記号を用いてできる、現在でいう筆算のような計算方法を開発した。これが天算術だ。これにより、効率的に計算が可能となっただけでなく、様々な方程式を解くための土台にもなったんだ。やっぱり天才は何か新しいもの発明しがちね。新しいものや理論を構築していくのが研究者の使命だからな。さらに関田嘉一は円周率についての研究も行っていた。円周率は 3.1415 のように、小数点以下が無限に続く数だが、関田嘉一は小数点以下14桁の正確な値を求めていたんだ。これは8件のデルタ2乗加速法という手法で計算されており、非常に画期的な方法だった。海外でこの方法が発見されたのは、1876年なので、なんと200年以上も世界に先駆けて発見していたんだ。200年ってものすごい年月ね、本当にすごいわ。当時は鎖国していたこともあり、海外との情報交換がない環境で、この業績を挙げたのは、関田嘉一が世紀の大天才ということを物語っているな。その他にも微分積分に近い概念も研究しており、ニュートンやライプニッツなどの偉人にも、引けを取らないほどの業績を残しているんだぜ。さらに数学以外に、からくりにも詳しかった。当時の江戸城には中国製の時計があり、それが故障すると、お抱えの時計師にも直せなかった。そんな時に関田嘉一が修理を申し出て、見事直してしまったという逸話もあるくらいだ。やっぱり天才は何でもできてしまうのね。4人目と5人目は谷山豊と志村五郎だ。あれ、この二人は一気に解説するのね。この二人にはある深い関係があるから、同時に紹介する。その深い関わりとは、フェルマーの最終定理だ。フェルマーの最終定理なら、私でも知っているわ。確かパッと見は簡単そうな問題だけど、証明するのにものすごい時間がかかったのよね。そうなんだ、フェルマーの最終定理は、イギリスの数学者であるアンドリュー・ワイルズによって、1995年に証明されるまでに、360年もの年月を費やしたんだぜ。途方もない年月ね、でもそのフェルマーの最終定理とこの二人はどのような関係があるの？この二人が提唱した谷山志村予想という問題があり、これがフェルマーの最終定理と関係していたんだ。
簡単に言うと、この谷山志村予想が証明されれば、フェルマーの最終定理も証明されるということが、それまでの数学の研究によって明らかになった。このような理由で、谷山と志村は世界から注目される数学者になったんだぜ。そんな二人だが、志村の方の経歴としては、1930年に静岡で生まれる。大学は東京大学で、卒業後そのまま東大講師になるが、東大はレベルが低いと言い放ち、その後大阪大学を経て、プリンストン大学の教授となる。東大でレベルが低いのなら、私は地中に埋まっているわ。一方の谷山は、1927年に埼玉県に生まれ、志村と同じく、東大に入学する。谷山は1955年に開かれた国際会議で、楕円に関する問題提起を行った。これを志村が厳密に定式化したことで、谷山志村予想が生まれたんだ。この二人にはそんな関係があったのね。しかし谷山はその3年後、東大の助教授に就任し、結婚も決まった矢先に、自宅で自殺をしてしまう。順風満帆な人生に見えるのになんで。谷山の遺書によると、将来に対する自信を失った、と書かれており、これが原因と言われているぜ。フェルマーの最終定理に関わるような天才でも、自信を失うことがあるのね。その後、谷山の婚約者だった女性も、後を追うように自殺してしまうんだ。なんだかいたたまれないわ、天国で二人仲良く暮らしているといいわね。最終的にワイルズにより、谷山志村予想が証明され、結果フェルマーの最終定理の証明につながった。この業績の立役者の一人は間違いなく谷山だ。天国の谷山さんにもこの事実が届いているといいわね。6人目は小平邦彦だ。小平邦彦は1915年東京生まれの数学者で、日本人で初めてフィールズ賞を受賞したんだ。最初にも軽く触れたが、フィールズ賞とは、カナダ人の数学者であるフィールズが、若い数学者の優れた業績を称え、その後の研究を励ますことを目的として1936年に設立された賞のことだ。若い数学者ってことは受賞には年齢制限があるの？そうなんだ、フィールズ賞は40歳以下の数学者が対象だから、どれだけ優れた業績を残しても、40歳より上だと、原則受賞はできない。フィールズ賞は数学界で、最も権威のある賞と言われ、ノーベル賞に数学部門がないことからも、数学界におけるノーベル賞と呼ばれたりするんだぜ。そんな偉大な賞を日本人が受賞するなんて誇らしいわ。そんな小平は、小さい頃から数に興味があり、豆をひたすら数えていた子供だったらしい。やっぱり全体的に数学者は変わった人が多い印象ね。そして7歳の時に父親がドイツから買ってきたおもちゃを組み立てて遊んでいるうちに、辺の比が3対4対5の三角形は直角三角形であるということを発見したんだぜ。子供なんだから、純粋におもちゃで遊んでなさいよ、と思うのは私が土文系だからでしょうか。小学校5年生の時には、家で飼っていた犬が6匹の子犬を産んだんだが、いたずらで、6匹をすべて隠すと、親犬は慌てふためくが、1匹だけ隠しても全く気づかないということを知り、そのことから犬には数という概念がない、ということを学ぶんだ。どんなことからも学びを得てしまうのが、天才なのね。数学以外に、ピアノも中学校から習っており、その腕前はプロ級だと言われている。私はピアノ弾きたくても、腕がないから弾けないっていうのに、学業も優秀で、当然のように東大に入学するぜ。しかし東大に入学し、講義を受けていると、自分で勉強した方がいいと思うようになり、東大の講義は休みがちになるんだぜ。東大の授業より、独学の方がいいなんて、天才にも程があるわよ。また在学中にノイマンの書いた量子力学を読んで、物理にも興味を持つようになり、入学した数学科を卒業した後に、改めて物理学科に入学し直すんだぜ。その後は数学研究の名門である、プリンストン高等研究所へ移り、数学の研究を行う。そして小平の埋め込みの定理という複素幾何学に関する研究が評価され、1954年にフィールズ賞を受賞するんだ。定理が自分の名前になっているなんて憧れちゃうわ。その後も多大な業績から、文化勲章を受賞したり、イスラエルのウルフ団体が主催する、数学界で権威あるウルフ賞という賞を1985年に受賞したりと、輝かしい経歴を残しているぜ。小平は数学という学問に対して、数学とは神羅万象の根底に厳然と実在する数学的現象を研究する学問である。だから、数学がわかるとはその数学的現象を見るということである。という名言を残しているぜ。あんまりよくわからないけど、なんかすごいことはわかったわ。お前そんなんでよく数学チャンネルやってるな。7人目は広中平介だ。広中は小平に次いで、日本で2番目にフィールズ賞を受賞した数学者だ。広中は1931年に山口県に生まれ、京都大学で修士号、ハーバード大学で博士号を取った後に、海外の大学で数学の研究をしていき、コロンビア大学やハーバード大学の教授になっている。広中は小さい頃からわからないことがあると、何でも母親に質問し、なぜなぜ坊やと呼ばれていたらしい。なんだか急に可愛くなったわね。広中の母親は自分で答えられない質問には、町医者や神社に連れて行き、聞いて回ったという。母親もすごい行動力ね、そういう環境だったから、天才数学者が生まれたのかもしれないわね。
当時中学1年生だった2個上の姉が数学の因数分解の問題で悩んでいる時に、その問題を覗き見て、すぐに問題を解いてしまった。その時に弘中は数学が面白いと感じて、数学者を志すようになるんだぜ。まあそんだけ才能あったら、私でもそう思うわね。そして数学者となった弘中は、特異点解消問題という数学のテーマで講演会をした時に、最初に解説した岡清氏から、研究についてのアドバイスをもらい、これが後のフィールズ賞につながったと言われている。天才同士がそんなところで繋がっていたなんて面白いわね。弘中は教育者としても、熱心に活動しており、1992年から小学生を対象とした算数オリンピックを発足させ、会長に就任している。自分の研究だけじゃなくて、これからの数学者の育成にも力を入れているなんて、神みたいな人ね。まさにその通りだな。それにしても、日本にも偉大な数学者がたくさんいてめちゃくちゃ面白かったわ。これからも日本の数学者が、どんどん世界で活躍していってほしいな。霊夢も数学者を目指してみたらどうだ？そうね、数学者の話を聞いてたら、ますますやる気が出てきたわ。ますだけにね。皆さん地獄の空気でさようなら。変人っぷりだけなら、数学者にも負けないぞって方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ねえねえ、マリサ。どうした、霊夢。今度友達の誕生日に、ハンドタオルをプレゼントしようと思うんだけど、丸いやつか、四角いやつかで悩んでるの。マリサは、どっちがいいと思う？どっちでもいいんじゃないか？どっちも一緒だろ。形が違うでしょ、形が。そうか。でも、丸と四角は同じ形である、という話もあるんだぜ。は？どういうこと？数学の話になるが、ある考え方を使うことで、丸と四角が同じ形である、とみなすことができるんだ。丸と四角以外に、星型や三角形なんかも、同じ図形とみなすことができるんだぜ。何それ、面白そう。じゃあ今回は、その考え方と、それを発見した天才数学者オイラーについて解説していこうか。土文系の私にもわかりやすいようにお願いするわ。で、オイラーってどんな人なの？オイラーは、本名をレオンハルト・オイラーといって、18世紀に活躍した数学天文学者だ。現代までの数学界に与えた影響の大きさから、19世紀の数学者ガウスと並んで、数学界の二大巨人の一人と呼ばれているぞ。すごいわね。オイラーは1707年、スイスのバーゼルという場所で生まれたんだ。至って普通の幼少期を過ごし、1720年、バーゼル大学に入学したオイラーは、ここで数学者、ヨハン・ベルヌーイに出会って数学の才能を見出された。オイラーは父の牧師を継いでほしいという願いから、哲学や神学の道に進んでいたが、ベルヌーイの両親への説得を機に、数学専攻へと転じることになったんだ。両親を説得までしてオイラーを数学の世界に入れたベルヌーイさんも、グッジョブね。ここから、1783年に息を引き取るまで、オイラーの躍進は続いていくんだぜ。なんせ、生涯で書いた論文の数が最も多い数学者だからな。その数はなんと、886編にも及ぶんだ。886、それって一体どれくらい？年間の平均で800ページくらいだ。これは波の数学者が一生かかって執筆する量と同じくらいだな。それを1年で？ああ、これが、オイラーの凄さを最も表しているな。論文数が一番多いってことは、一番数学界に貢献したってこと？まあ、そうとも取れるな。数学界に貢献した数学者はたくさんいるが、その中でもオイラーは筆頭候補だと思うぜ。オイラーの凄さは、論文数ももちろんそうだが、多くの分野で多大な功績を残した、ということもある。例えば、どんな分野で功績を残したの？級数、連分数、近似計算、特殊関数、微分方程式、指数関数や三角関数などだな。ん？何を言ったのかよくわからなかったわ。これ以外にも、功績はたくさんあり、特に解析学の功績は膨大すぎるんだ。オイラーの研究成果が完全に伝わらなかったせいか、他の数学者の新たな公式の発見が、オイラーの再発見に過ぎなかった、という事態が起こるくらいだぜ。とにかく、オイラーが凄すぎる数学者だ、ということは伝わったわ。あと一つ、オイラーにはある逸話が存在する。1738年に、数学の研究に没頭しすぎたせいか、右目を失明してしまったんだ。いや、どういうことよ、意味がわからないわ。さらに、1771年には、ついに左目までも失明してしまったんだが、その時オイラーは、むしろ集中できるようになった、と言った、という伝説があるんだぜ。すごいを通り越して、ちょっと引くわ。まあ、私たち凡人には理解できない考え方だよな。ここからは、オイラーが数学にもたらした分野である、トポロジー、について解説していくぜ。トッポギ？いや、餅を炒めた韓国の料理じゃないぞ。トポロジーとは、図形の分野における新しい考え方で、日本語で位相幾何学というんだ。その内容は、伸び縮みさせて同じ形にできる図形同士であれば、すべて同じ形とみなす。という不思議なものだ。待って、全然想像できないんだけど。帰ろうかしら。帰るな。
今からわかりやすくなるように説明していくぞ。一つ霊夢に質問だ。今ここに三角形と平行四辺形を書いたが、これらは同じ図形だと言えるだろうか？え？何言ってるのマリサ、同じ形なわけないじゃない。まあ、普通だったらそう考えるだろうし、それは学校の数学問題だったら正解だな。でも、どうして違う形だと判断したんだ？だって、頂点の数も違うし、辺の長さもバラバラよ。逆に、どこが同じなの？実は、トポロジーの考え方では、同じ図形なんだぜ。私を騙そうとしてる？いや、してないぞ。本当にこれらを同じ形とみなすのが、トポロジーという分野なんだ。トポロジーでは、どんな場合に図形を同じ形とみなすか、が重要となる。例えば、学校なんかで習う同じ図形、すなわち合同というのは、図形の頂点の角度、辺の長さが同じである場合を言っているだろ？うん、私もさっき、そこを考えて違う図形だと言ったわ。そしてその場合というのを、伸び縮みさせた場合、としたのが、トポロジーだぜ。言い方を変えると、辺や面の、つながり方、に注目している、ということだ。つまり、トポロジーでは辺や頂点、面のことは考えずに、つながり方が同じなら、同じ形、ということができるんだぜ。まだ、若干イメージが湧かないわ。じゃあ、輪ゴムで考えてみよう。この輪ゴムが伸び縮みしたら、さっきの三角形や平行四辺形も表すことができるよな？できるわね。輪ゴムを三角形から平行四辺形に変える際に、切ったり繋げたり、穴を開けたりといった操作を加えていないから、これらは繋がり方が同じだと捉えることができる。だから、トポロジーでは同じ図形だ、ということができるんだ。なんだか、面白い話をしてるわね。こう考えると、三角形や平行四辺形だけじゃなく、六角形や円、ハート型に至るまで、同じ図形になるんだぜ。今は平面しか考えなかったが、立体でも考えてみると、さらに面白くなるんだ。別にいいです。いや、頑張れよ。トポロジーを使って立体を考えてみると、ドーナツとマグカップが同じ形だと言えるんだぜ。また、変形させてとか言うんでしょ？その通りだぜ。立体図形で分類の基準となるのは、ざっくりと言うと、穴の数、なんだ。例えば、野球のボールとリレーのバトンでは、穴の数が違うから、同じ形とは言えない。しかし、野球のボールとラグビーのボールは、穴の数が等しく0個だから、同じ形だと言えるんだ。なるほど、ドーナツとマグカップは同じく穴の数が1個だから、同じ図形と言える、ということかしら。正解だぜ。ちなみにカップの中の部分は、突き抜けていないから穴とは言えないぞ。このアニメーションを見れば、理解が深まるんじゃないか？なるほどね。ドーナツとマグカップは同じ形だが、取っ手が2個ある鍋なんかは同じ形じゃないんだ。逆に、形が似ているマグカップと湯飲みだが、これらも穴の数が異なるから、トポロジーの考え方では同じ形じゃないな。なんか、新しい考え方ね、少しは分かった気がするわ。ここからは、オイラーがトポロジーの発見に至った、その経緯について解説していくぞ。この解説には、ケーニヒスベルクの7つの橋問題、という問題が、必要不可欠なんだ。シットとかフンドとか？それは、7つの題材、だろ。今話しているのは、7つの橋問題、だ。何それ？18世紀の初め頃、プロイセン王国の東部に、ケーニヒスベルクという町があったんだ。この町の真ん中に、プレーゲル川という大きな川が流れていて、そのように7つの橋が架けられていた。川がかなり入り組んでいたのね。ある時、町の人が、同じ橋を二度通らずに、元の場所まで戻ってくることができるか、ということを疑問に思ったんだ。これが、ケーニヒスベルクの7つの橋問題、だぜ。霊夢は、できると思うか？ここを通って、こっちに来て、ちょっとわからないわ。この問題で重要なポイントは、陸と橋のつながり方、にある。オイラーは、それ以外の要素をすべて無視してこのように簡略化し、グラフ化したものの一筆書き問題に置き換えられる、ということを見出したんだ。どういうこと？このグラフのどこかを視点として、すべての道を一回ずつ、同じ道を二度なぞらないように通り、再び視点に戻ってくることができれば、七つすべての橋を、一回ずつ通ることができる、ということだぜ。つまり、このグラフが一筆書き可能だったら、橋をすべて通って戻ってくるルートがある、ということだな。なるほどね、それはわかったんだけど、一筆書きできるかどうかは、全部試さないとわからなさそうだわ。そんなことないぞ、オイラーは、すべての点から偶数本の線が出ていなければ、一筆書きで視点に戻ることができない、ということを発見したんだ。それによって、ケーニヒスベルクの7つの橋問題は否定的に証明されたんだぜ。なんで偶数本の線が出てなきゃいけないの？偶数本の線が出ていれば、同じ頂点を素通りすることができるだろ？この図では4本の線が出ているから、これなら2回頂点を素通りできる。もしこれが仮に奇数だったら、素通りできなくなる時が存在するんだ。この図のように5本出ていた場合は、2回は素通りできるが、1回は素通りできないだろ？ああ、そういうことね。まあ、奇数本の線が出ていても始点、終点にはなることができるから、一筆書きできる場合というのは、すべての頂点から偶数本の線が出ている場合と、奇数本の線が出ている頂点が2箇所存在する場合の、2通りしかありえないというのが、オイラーの出した結論だぜ。
偶数の場合は始点に戻るし、奇数が2箇所ある場合には始点に戻らない、という違いがあるぞ。さっきの7つの橋問題ならどうなるかやってみたいわ。よし、まずは上の点だが、これは3本の線が出ているな。次は左の点だが、ここからは5本出ている。下、右ともに3本の線が出ているな。全部奇数なのね、そりゃ無理よ。ああ、オイラーもそう考えたんだろうな。まあ、7つの橋問題の場合、始点に戻ってこなければならないから。奇数の箇所が1箇所でもあったら、その時点でアウトだけどな。この問題のように、繋がり方に着目して、細かい部分を省略する、という考え方が、トポロジーという分野に繋がったんだぜ。一筆書きから数学の分野を作っちゃうなんて、言葉にできないくらいすごいわ。次は、オイラーが発見した、トポロジーの起点となる多面体の重要な性質について解説していこう。多面体って何？面体庫？いや、面体庫の一種ではない。多面体とは、4つ以上の平面に囲まれた立体のことを言うんだ。複数の頂点を結ぶ直線の辺と、その辺によって囲まれた面によって構成されるぞ。立方体は多面体？そうだぜ、立方体は、有名な多面体だな。ここで気をつけてほしいのは、辺が直線でなくてはならない、ということだ。例えば、円柱みたいな立体は、曲線で囲まれているから多面体じゃないぞ。多面体についてはよくわかったわ。オイラーはどんな発見をしたの？オイラーは、球体に同層な多面体には、頂点の数足す面の数マイナス辺の数イコール2という、簡単な関係が成り立つことを発見したんだぜ。この式を、オイラーの多面体定理というぞ。同層って？同層とは、さっき説明したトポロジーの考え方において、同じ図形である、と言える、ということだぜ。ああ、さっきのよくわからなかったやつね。いや、わからなかったんかい。つまりは、ドーナツとマグカップは同層だし、マグカップと湯飲みは同層じゃないということだぞ。球体に同層な多面体というのは、空気を入れて膨らませれば、球体になる立体だと考えれば、イメージしやすい。例えば、正四面体や正十二面体、直方体などは、空気を入れて膨らませれば、球体になると予測されるから、球体と同層な多面体だと言えるぜ。なるほど、膨らませればいいのね。オイラーの多面体定理を、簡単な多面体を使って、もう少し具体的に見ていこう。立方体は、頂点の数が8、面の数が6、辺の数が12である立体だな。立方体を膨らませれば球体になりそうだから、オイラーの多面体定理が成り立ちそうね。計算してみると、8たす6マイナス12で、確かに2になったな。次は、正8面体でも試してみよう。正8面体とは、このような立体だ。膨らましたら、球体になりそうね。正八面体は、頂点の数が6個、面の数が8個、辺の数が12個の多面体だ。オイラーの多面体定理で計算すると、6たす8マイナス12で、これもまた、2になったな。今は正多面体で確認したが、例えば、正八面体の頂点を一つこのように切り取って、残った多面体を見ても、同じようにオイラーの多面体定理が成り立つんだぜ。頂点が3つ増えて、面が1つ増えて、辺が4つ増えているから、式の値は変わらずにだ。球体と同層なら、どんな多面体でも成り立つ、ということね。そうだぜ、球と多面体を同じ図形とみなし、立体の持つ本質を記述した、重要な定理なんだ。オイラー、本質を見抜く力がすごすぎるわよ。それは同感だな。ところで、トポロジーって現実世界じゃ想像もできない考え方だけど、何かに応用されてたりするの？ああ、されているぞ、というよりか、身の回りにはトポロジーの考え方がたくさんあるんだぜ。一番有名なのは、電車の路線図だな、霊夢も見たことくらいはあるだろう。ああ、私、未だに首都圏の路線図が読めないわ、あれややこしすぎよね。確かにややこしいが、山手線くらいはわかるよな。あの真ん中にある丸いやつね、それくらい知ってるわよ。でも山手線は、実際にこんな円形の線路を走っているわけではないよな。え、違うの。驚きすぎだろ、実際の山手線は、もっとぐにゃぐにゃしてて、円にはほど遠いような形をしているんだぜ。空から見たことなかったから、知らなかったわ。路線図を書くときには、繋がり方だけに注目して、それ以外の要素。例えば、駅間の距離や、カーブの位置などを無視しているんだ。これも、トポロジー的な発想を使っているんだぜ。実際の距離や、カーブの位置を正しく書いていたら、逆にもっとややこしくなって見づらくなっちゃうものね。ああ、路線図を見る人にとっては、新宿から代々木と、代々木から原宿の距離のどっちが長いかなんて、どうでもいい情報だからな。新宿で小田急線に乗り換えることができる、とわかるだけでいいんだ。確かに、どこでどの路線と繋がってるかがわかれば問題なさそうだわ。それでも私には読めないけど。最後に一つ、トポロジーと密接に関係している元未解決問題、ポアンカレ予想、を紹介しよう。元未解決問題ってことは、今は未解決問題じゃないのね。ああ、2003年にロシアの数学者、ペレルマンによって解決されたぞ。ポアンカレ予想とは、原文だと難解だから、簡単に言うと、どこにロープを置いても、縮めて一点に回収できる図形は、大体球である、という予想だ。ん？全然わからないわ。少し具体的に解説するぞ。無限に伸びるロープを積んだ宇宙船を、まずは宇宙に発射する。
そのロケットは宇宙の隅々を飛び回り、やがて地球に帰ってきたとするんだ。その後、宇宙に散らばったロープをかき集めて、すべてのロープを回収することができれば、宇宙はほぼ休憩である、ということだぜ。まあ、無限に伸びるロープってのがなければできない話よね。ああ、それでも、ロープが回収できれば宇宙は休憩、回収できなければそれ以外、ということがわかるだけでも、興味が湧いてこないか？ポアンカレ予想はこのように、宇宙の形を証明するための手がかりになるかもしれないんだ。ポアンカレ予想については過去動画でも解説しているから、興味がある人は見に行ってみるといいぞ。この予想が立てられたのも、元をたどればオイラーのトポロジーの考え方からなのね。オイラー、数学に貢献しすぎだわ。そうだな、オイラーの数学に対する貪欲さや好奇心が、数学界を豊かにしたと言っても過言ではないぞ。というわけで今回は、数学界屈指の天才オイラーと、トポロジーについて解説してきたぜ。オイラーの新たな発見一つが、ここまで数学界を盛り上げていたなんて、驚きだったわ。これぞ天才、って感じだよな。オイラーさんが凄すぎて、オイラー、感激しちゃったわ。オイラーだけにね。皆さん地獄の空気でさようなら。私と同じで、東京の路線図がわからない、という方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。あの殺人犯、やっと捕まったのね、安心だわ。珍しいな霊夢、ニュースを見ているなんて。失礼ね、私だってニュースくらい見るわよ。それに、近所で殺人事件が起きたらしくて、不安だったのよ。ちょうど今捕まったってニュースが流れたけどね。おお、そうかそれはよかった。じゃあ当分は檻の中にいるだろうな。反省して数学でもしていてほしいものだ。何言ってるの？罰として数学なんてするわけないじゃない。いや、実は刑務所の中で数学をした殺人犯がいたんだ。それもなんと当時の未解決問題を解くほどの天才だぜ。なんで殺人犯がそんなに数学をできたの？その人のことをもっと教えてちょうだい。よし、なら今回は未解決問題を解いた殺人犯、クリストファー・ヘイブンズについて解説をしよう。お願いします。クリストファー・ヘイブンズは殺人の罪で逮捕されながら牢屋の中で数学の未解決問題を解いた天才なんだ。頭がいいのにどうして殺人なんかしちゃったのかしら。それは違うぜ霊夢、ヘイブンズは元から頭がいいわけじゃなかったんだ。どういうことかしら。ヘイブンズは教育とは程遠い人生を歩んでいて、高校には入ったものの中退してしまい、追い打ちをかけるようにつける仕事も見つからず、結果的に残念ながら薬物中毒になってしまったんだ。それは大変だったわね。そして殺人を犯してしまい裁判で懲役25年の刑を言い渡される。壮絶な反省ね。しかし、彼の人生はここからだった。収監されたワシントンの刑務所で彼は数学の才能を開花させるんだぜ。最初は他の受刑者でも学ぶ高校数学の基礎を学んでいたんだが、彼はそれをあっという間に終えてしまった。おお、才能の片鱗が見えてきたってことね。でも、これで満足するような男じゃないのがヘイブンズだ。次にもっと難しい大学レベルの数学を学ぼうとするんだ。当然刑務所に大学の教科書なんてないから、ヘイブンズは刑務官と取引して、他の受刑者に数学を教えることを条件に、高度な数学の教科書を手に入れることに成功するんだよ。刑務所の中なのにすごいわね。あ、でも数学以外にやることがないのも理由かしら。そうかもな、でも刑務所が数学に最適というわけではないんだ。なんせコンピューターも電卓も使用禁止だからな。ヘイブンズは紙とペンだけでここまで勉強を進めているぜ。それはすごいわね。私なんて二桁の足し算でも電卓なしには不安だっていうのに。それはそれでどうなんだ？とにかく、このようにしてヘイブンズは、高度な数学の教科書を手に入れて、主に微積分や数論という分野の数学を勉強するぜ。大体理系の大学レベルってところかしら。おおむね合ってるかな。でもこのレベルに達してもヘイブンズは満足いかなかった。向上心が高いのね。今度はさらに高いレベルの数学を求めて、出版社に連絡を送って二つお願いをしたんだ。一つは高難易度の数学の本である、アナルズ・オブ・マスマティックス、が欲しいというお願い。そしてもう一つは、自分と対等に語り合える数学の先生が欲しいというお願いだ。ここまで来ると大学院生とやってることは変わらないわね。そうだな、おそらく刑務官も何しているか理解できていなかったと思うぜ。そして彼の願いは叶ったんだ。出版社に勤めるマシューカーゴという人物が、彼の父親で、イタリアの名門トリノ大学で教授でもある、ウンベルト・チェルッティを紹介したんだ。出版社の人のお父さんが数学の教授なんて運命みたいね。かもな、だがチェルッティも殺人犯をすぐに信じるわけにはいかないよな。確かにチェルッティの立場で考えると、急に殺人犯に数学を教えてくれなんて頼まれても困るわね。そこでヘイブンズが本当に数学を学びたい意思があるのか確かめるために、数学の問題を送ったんだ。するとすぐに手紙が返ってきて、そこには問題の回答として非常に長い数式が書いてあったんだ。チェルッティがその答えをコンピューターに入れて試したら見事に正解。ヘイブンズの実力を認められることになったんだ。ちょっと待って、チェルッティがコンピューターで判定した問題をヘイブンズは手計算で解いたことになるじゃない。ヘイブンズ凄すぎでしょ。
ちなみにヘイブンズの返事の手紙には、合計で1メートル20センチもの長さになる複雑で難解な数式が書かれていたそうだよ。1メートル20センチも、しかもそれを手書きで書いたのでしょ？そうだな、これはまさに数学を学びたいという強い意志の表れだと思うよ。そうね、そうでもなきゃこんな無理難題には挑まないわよ。でもそんな無理難題のテストを乗り越えて、ヘイブンズは実質数学者の仲間入りとなるんだ。テストを通してヘイブンズの実力を認めたチェルッチェは、自身が取り組もうとしていた連分数に取り組むように言うんだ。連分数？帯分数や下分数は知っているけど、連分数は知らないわ。そうか、じゃあまず連分数の説明から始めよう。意外と簡単だから気楽に聞いてくれ。よし来た。連分数とは簡単には分母にさらに分数がある分数のことだ。分母が分数？例えば2を連分数で表すと、分母を分数である2分の1にして、2分の1分の1とすると2を表すことができる。なるほど、分数の下にさらに分数が連なっているから連分数というわけなのね。そうだぜ。でもこの連分数を使って何がいいの？2分の1分の1なら、普通に、2と書いた方がわかりやすいと思うけど？いいところに目をつけたな。実は連分数の真骨頂はここからなんだ。通常の分数は有理数しか表せないが、連分数には有理数だけでなく無理数も表すことができるという特徴があるんだ。ごめんなさい、有理数と無理数って何だったかしら。謝る必要はないぜ。それならまずは有理数と無理数の説明から始めよう。お願いします。有理数とは簡単に言うと分数で表すことのできる数のことだ。例えば4分の3なんかがそうだな。あら、意外と単純ね。そうだろう。じゃあ問題だぜ霊夢、2は有理数か？2は分数じゃないから無理数かしら。あ、でも1分の2とも言えるから有理数じゃないかしら。その通りだ。じゃあマイナス3分の1はどうだ？マイナスがついているけど、今回の話には関係なさそうだから有理数でしょ。ご明察だぜ。ところで霊夢、すべての数は有理数か？ふむ、つまりすべての数は分数で表せるかということね。できそうな気がするわ。だって分子も分母も無限に組み合わせはあるわけだし、さっきの話で負の数も有理数になるってわかったわ。確かにそう思うのも無理はない。でもよく考えるんだ。例えばルート2とかはどうだ？ルート 2？ あ、これは無限に小数が続いているから分数にはできないのね。これが無理数ってことかしら。その通り、ただ注意してほしいのは無限に続くから無理数というわけではないんだ。例えば3分の1という数は、小数に直すとどうなると思う？そうね、分数は割り算に直せるから 1÷3 ね。1の位は0で、10分の1の位が3。100分の1の位も3で1000分の1の位も。あ、気づいたようだな。なるほど、3分の1は小数に直すと0。の後ろに333と無限に3が続いていくのね。そうだ、他にも33分の13は小数に直すと 0.393939。と3と9が無限に繰り返されるんだ。すごいお礼言われている気分になったわ。ところでこのような数には名前があるの？鋭いな、このような同じ数が無限に繰り返される小数を循環小数と言うんだ。そしてこの循環小数は必ず分数にできるという特徴がある。なるほど、無限に続く小数でも、分数にできる循環小数と、分数にできない無理数があるってことね。ちなみに無理数でよく名前が上がるのが今も挙げたルート2などの混合を含んだ数と、円周率があるぜ。いわゆるパイね、確かに無限に続いていて循環もしていないわ。あれ、そういえば連分数の話をしていたんだったわよね。よし、じゃあ連分数の話に戻ろう。ここまでの話で無理数は分数にできないことは大丈夫か？循環していない無限小数は分数にできないのよね。素晴らしい、よく覚えているな。だが不可能を可能にするのが連分数なんだ。つまり、無理数を分数にできるということ？ああ、ただし無理数を表す場合、分母が無限に続くことになるがな。分母が無限に？どういうこと？よし、じゃあ具体例を見ていこう。例えば無理数の代名詞、円周率を連分数で表すとこうなる。わぁ、なんだかミルフィーユみたい。随分メルヘンな例えだな。でも待って、マリサの言ったように分母が無限に続いているけど、これじゃあせっかく分数にした意味がわからないわ。分数にしても結局無限じゃない。一見そう見えるが、中身を注目してみてみな。あ、1の2乗、3の2乗、5の2乗、ってなってる。そうだ、少し数学的に言い換えると、奇数の2乗が規則的に出現すると言えるな。小数点表記にすると、不規則なのに、連分数で表すことで規則性が出てくるのね。そして規則性が出ることでその数について分析しやすくなる、計算しやすくなるなどの利点があるんだ。他にも無理数を小数で表すと循環しないけど、分数なら循環することがあって、この時も円周率と同じように規則性を見つけることができる。これが、連分数の魅力なんだ。そして、ある数を連分数にする作業を連分数展開と言うんだ。連分数に展開するから、連分数展開ね。例えばルート2だと、このように、2と分子の1が無限に繰り返される。すごいわ、規則的になってる。小数で表すと、ルート2イコール 1.414213562 23と不規則に並ぶからな。同じように無限に続いているが違いがわかるだろう。他にはあるの？じゃあルート3も見てみよう。今度はルート2と2が連続で現れるところまでは同じだが、分子が2になっている。これも小数とはだいぶ違うね。
ルート3イコール 1.7320、5080、75。だからな、規則性もだが、ルート2と比べて小数だけ見ると全然違うが、連分数にしたことで共通点が見えてくるんだ。2たすのところね、確かに面白いわね。ちなみに、連分数展開の答えは一つに決まらないんだ。そんなことあるの？ああ、例えばルート3は2の連続ではなく、1と2が周期的に現れるパターンもあるんだ。この場合は分子が常に1になるぜ。でも表している数は同じなのね。そうだぜ、そしていくつかある連分数の中で、分子が全て1になっているものを正則連分数と言うんだ。つまり今日求めた連分数のうち、ルート2の連分数は正則連分数で、ルート3の連分数は正則連分数じゃないってことね。その通りだ。基本的に連分数と言ったらこの正則連分数のことを指すことが多いが、円周率の正則連分数には規則性がなく、正則でない連分数に規則性があるみたいに、連分数自体が面白い特性をたくさん持っているぜ。連分数すごいわね。それでこの連分数に関することをヘイブンズは研究したのね。もちろん、ヘイブンズと出版社から紹介してもらったチェルって、その他にも二人の数学者合わせて4人で研究した。そして連分数に関する未解決問題の証明を含む、いくつかの研究をまとめて論文を発表したんだ。論文まで、すごいわね。どんな内容なの？そうだな、論文のタイトルは、ある連分数の線形分数変換と非線形の跳躍収束について。難しすぎる。そやあ、2020年に発表された最新の数学の論文なんだから難しくて当然だろう。それに、受刑者が関わっているんだから、波の問題じゃないぜ。波の問題じゃないってどういうこと？例えば、その辺の大学院生でも理解できるなら、わざわざ受刑者と一緒に研究なんてしないだろ？言われてみたらそうね、それだけヘイブンズにオリジナリティがあるとも言えるのね。いや、それにしてもタイトルからして難しそうよ。まあかなり高度な数学なんだから全部理解できなくても当然だな。今回はヘイブンズが獄中で未解決問題を、解いたという偉業を成し遂げたということを理解してくれれば大丈夫だよ。わかったわ。そしてこの論文は世に出ることとなる。何せ未解決問題を解いたわけだから。たとえ殺人犯でも素晴らしい異様さ。うん、普段とは一味違って面白かった。そして他の論文と同じように査読、つまり間違いがないかチェックされた上で、リサーチインナンバーセオリーという雑誌に掲載されることになったんだ。殺人犯の論文だからといって無下に扱われることはなかったんだね。ああ、素晴らしいことだな。もちろんこの発見には先生でもあるチェルッキ教授の協力あってのものだ。やっぱり獄中だけでは限界があるものね。だから論文は二人が書いたものとして世に出たぜ。ヘイブンズに隠れているけどチェルッキも偉大な数学者だということだね。その通りだぜ。まさに二人三脚で掴んだ異様だわ。いいこと言うじゃないか。ただこの論文が世に広まったのは、殺人犯が未解決問題を解いたというストーリーに他ならない。うん、普段とは一味違って面白かったよ。それは良かった。そしてこのストーリーを作ったのは、他でもなくヘイブンズの努力だということを忘れてはいけない。というと、例えば、ヘイブンズは連分数の問題を解くために、約10年間もの間、毎日10時間勉強していたんだ。もちろん彼が行った行為というのは許してはいけない。でも日々の努力でどんなところからでも人は変われる。というのは私たちにとっても言えることだと思うぜ。確かに、人はどこからでも変われるし、何を始めるのにも遅いということはないものね。それに私は殺人犯に社会貢献させた数学の懐の深さにも感心したよ。彼にとって数学は一種の償いなのかもな。紙とペンだけで世界に認められるのは確かにすごいわね。ところで彼は今何をしているのかしら？うん、彼の刑期はあと10年以上残されているんだが、郵便などを使いながらアダムス州立大学の準学士号の取得を目指して勉強中らしいぜ。そして出所後は数学の研究を続けるとともに、数学の才能ある受刑者を学ばせる団体活動をしたいと考えているらしい。素晴らしいわね。ぜひ実現させてほしいわ。また他にも、刑務所内に数学クラブを設立して、他の受刑者たちと数学を学んでいるみたいだぜ。おお、ここから第2、第3のヘイブンズが生まれるといいね。ちなみに彼らは毎年3月14日を祝うそうだよ。3月14日？ああ、円周率の日ね。なんでもクラブの一人は円周率を461桁暗唱するんだとか。すごすぎる。さて今日は、未解決問題を解いた殺人犯について見てきたが、どうだった？ヘイブンズの才能や努力もすごかったけど、それをサポートした周囲の人も素敵だと感じたわ。罪を犯した人の構成にもいろいろな形があるのね。勉強になったわ。それは良かった。彼の人生を数学が救ったということは彼にとっては監獄もヘブンってことね。ヘイブンズだけにね。皆さん地獄の空気でさようなら。一日10時間勉強したいと思ったらぜひチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ねえ、マリサ、以前の動画で日本人数学者を紹介したわよね。数学者の名前が定理になっているものって外国人の名前が多いから、ちょっと驚いたわ。ああ、そうだな。日本は、数学界のノーベル賞と言われるフィールズ賞受賞者を3人も輩出していて、これは世界でも5番目に多い人数だ。
日本人は、世界でも数学が得意な国民なんだぜ。だったら、他にももっとすごい経歴の日本人数学者っていないのかしら？もちろん、日本人の天才数学者はたくさんいるぞ。やっぱりまだまだいるのね。興味があるなら、また日本の天才数学者たちを紹介してやろう。今回は全部で5人紹介するぜ。よろしく頼むわ。まず1人目は、望月拓郎先生だ。現在は、京都大学数理解析研究所の教授をやっている。お、京都大学の望月先生といえば、ABC 予想を証明したっていうニュースを見たわよ。おっと、それは気をつけてくれ。ABC 予想の望月先生は、望月真一さん。今回紹介するのは、望月拓郎さんだぜ。あら、別の人なのね。京都大学の数理解析研究所には、望月真一先生と望月拓郎先生の、ダブル望月、が所属している。なるほど、じゃあ望拓はどんな人なの？失礼は慎め、偉大な先生だぞ。望月拓郎先生は、数学者としてのキャリアをスタートした当初、様々な分野に関心を持っており、研究テーマがなかなか定まらなかったんだ。しかしその後、微分幾何学や代数幾何学といった分野の研究を行うんだぜ。微分は高校でも習うわよ。代数は方程式とか計算のことで、幾何は図形のことね。微分幾何学や代数幾何学って、なんかいろんな分野が混ざっているわ。そうだな、現代の数学はいろいろな分野が密接に関係しているぞ。普通はその中でもある程度、専門分野を絞って研究を行うものだが、望月先生は、代数、幾何、解析の3分野を行き来して研究を行っていた。解析っていうのは、簡単に言うと微分積分や関数を扱う分野だ。そんなたくさんの分野で研究するのも、広い知識が必要になりそうね。その様々な分野での広い知識があったからこそ、半世紀は解けない、と言われた難問、柏原予想、を15年で解決したんだぜ。柏原予想？1996年、柏原正樹によって提唱された微分方程式に関する予想だ。なんだか難しそうだけど、微分方程式という分野なのね。そうだ、望月先生はその解決のために、まず幾何と解析を組み合わせた理論を構築し、そこに、代数と解析を組み合わせた別の理論も作り、2つの理論を用いて予想の証明を行った。証明のために、いろいろな理論を組み合わせるなんて、一つの分野だけを研究していたら、解決できなさそうね。2011年に発表した論文によって、証明がなされたんだが、これによって、それまでの業績も評価され、多くの賞を受賞するぜ。その中でも、数学ブレイクスルー賞は日本人初の受賞だ。その賞って、そんなにすごいの？数学ブレイクスルー賞は2014年に創設された比較的新しい賞だぜ。ノーベル賞には数学部門がないから、それまで数学界で権威のある賞といえばフィールズ賞だったんだ。そうね、フィールズ賞は、何度か聞いたことのある賞の名前だわ。しかし、フィールズ賞は、40歳以下という年齢制限があり、賞金もかなり少ないんだ。少ないってどれくらいなの？ノーベル賞が約1億円に対して、フィールズ賞は約200万円だ。少なすぎるわね。じゃあ、数学ブレイクスルー賞はどうなのかしら？なんと賞金300万ドル、約4億円だぜ。おお、ノーベル賞の3倍なのね。もちろん賞金額によって研究の優劣が決まるわけではないが、日本人としては快挙だな。なるほど、京都大学の望月先生と言われたら、望拓先生のことも忘れてはダメね。その呼び方やめろ。二人目は、秋山仁先生だ。お、この先生、テレビで見たことあるわ。そうだな、秋山先生はテレビ番組にもよく出演しているから見たことある人も多いだろう。このヒゲとバンダナ姿はトレードマークだぜ。いかにも変わり者の数学者って感じよね。現在は数学者として活躍をしている秋山先生は、小学校の頃はあまり成績が良くなかったらしい。しかし、中学生の頃、夏休みの自由研究で正多面体が5種類しかない証明をしたんだ。正多面体ってどんな形かしら？すべての面が合同な正多角形で構成される立体図形だ。そのうち、すべての頂点に接する面の数が同じで、凹みのない立体だぜ。わかりやすいもので、サイコロのような立方体だな。立方体は、すべての面が正方形だわ。ああ、正方形の面が6つあるから、正6面体と呼ぶ。そんな立体を、正多面体と呼ぶが、それは5種類しかないんだ。正多角形はいくらでもあるんだから、正多面体もたくさんありそうだけど、そうではないということかしら。正多面体については、過去動画での解説もあるからそっちも見てくれよな。中学時代の秋山先生は、夏休みの自由研究でそれを調べたのね。模造紙に証明を書き、自分で模型の立体を作って提出したところ、先生にすごく褒められ、そこから数学の面白さに目覚めたそうだぜ。その証明って難しいの？いや、証明自体はむちゃくちゃ難しいというものではない。しかし、自分で模型を作って、理論を組み立てたという経験、そして、それを褒めてくれた先生の存在が大きいのだろう。自分の頑張ったことがきちんと評価されたのね。秋山先生は、数学者としてはグラフ理論の研究で有名だ。グラフ理論っていうのは？ここで言うグラフというのは、中学や高校で習う、関数のグラフ、ではないぞ。
数学的構造のことをグラフという。簡単に言うと、頂点や辺がどのように繋がっているかを考える分野がグラフ理論だ。そして、正多面体は5種類しかない、ということもグラフ理論の研究対象の一つなんだぜ。おお、中学生の時の自由研究が、後の専門分野に繋がっていたのね。高校時代には、四色問題にも出会い、この解決のためにグラフ理論の研究を志したと、後に語っている。四色問題は過去の動画で解説したわ、これもグラフ理論の一つなのね。東京理科大学の数学体験館も、秋山先生の尽力によってオープンしたんだ。数学体験館？まさにその名の通り、触って、実験して、確かめてなど数学を体験できる博物館だ。秋山先生自身が、中学生の時に模型を作って証明を行ったように、抽象的になってしまいがちな数学を、五感を使って体験できるようにという考えのもと、設立された。秋山先生の中学生時代の経験が、今に繋がっているのね。数学体験館は、入場無料で、小学生でも楽しめるぜ。私も行ってみるわ。自由研究で数学の面白さに目覚めた秋山先生だが、数学に関して初めから秀才だったというわけではないんだ。数学者になるくらいだから、天才的なエピソードくらいあるんじゃないの？中学生の時、授業中におしゃべりをしていたら先生に当てられたが、何もわからずに困ったそうだ。見かねた先生が、Y を消せばいい、とヒントをくれたんだが、黒板消しで Y を消してしまったぜ。Y を消すって、そういうことじゃないわ。高校生の時には、対数ログの授業中、黒板に書かれたログを指さして、10グラムって何ですか？って質問をした。10グラムとログ、確かに似てるけど、先生の話聞いてなかったの。私のボケを取られたようで、悔しいわ。でも、ある意味、天才的なエピソードね。秋山先生は、数学研究の傍ら、数学の普及活動にも力を入れている。さっきの数学体験館もその一つね。NHK 高校講座では講師を務め、バラエティ番組で数学の面白さを語っている姿もよく目にする。他にも、小学生向けの算数パズルの本から、大学受験テキストや本格的な専門書まで、たくさんの書籍を書いている。秋山先生の本を読んで、数学が好きになった、という人は少なくないはずだ。数学教育に大きな貢献をした、鬼人の天才って感じね。さて、3人目は伊藤清先生だぜ。伊藤先生は、大学卒業後、大蔵省に入省し、銀行局に配属、後に内閣統計局に異動となる。ん？大蔵省って今の財務省よね？数学者じゃないの？もちろん数学者だぜ。ただ、伊藤先生のキャリアのスタートは、財務官僚からなんだ。官僚からどうやって数学者になるの？元々の出身は、東京帝国大学の理学部数学科、だから専門は数学ではあるんだぜ。東京帝国大学って今の東京大学ってことね。最終的に配属された内閣統計局は、現在では統計数理研究所という機関だ。統計数理ってなんだか数学っぽくなったわ。そう、大蔵省に勤めていたが、仕事は数学の研究だったんだ。数学者といっても、大学以外の機関で研究もできるのね。で、その伊藤先生は、どんなことをやった人なの？伊藤先生の大きな業績は1942年に発表された、マルコフ仮定を定める微分方程式、という論文だ。1942年当時は、戦争の真っ只中、伊藤先生は27歳の若さだ。なんだか難しそうな言葉が出てきたわ。これは確率論に関する非常に重要な理論なんだぜ。勤めていたのが、内閣統計局ってところだったわ。統計ってことは確率の話ね。この論文の中には、伊藤の補題、と呼ばれる理論が出てくる。補題っていうのは、定理とは違うの？いや、補題と定理は同じ意味だ。命題の中でも重要なものを、定理、重要度が低く定理を支える補助的なものを、補題、と使い分ける。じゃあ、伊藤の補題はあまり重要じゃないってこと？そんなことは決してないぜ。おそらく最初に発表された論文内での記述が補題だったから、こんな風に呼ばれているんだろう。引用されるときは、伊藤の定理、とか、伊藤の公式、とか言われることもある。テリー伊藤が証明した定理ということね。全然違う。話を戻すぞ。伊藤の補題を用いると、ランダムな動きであるブラウン運動を方程式として表すことができるんだ。ブラウン運動って聞いたことある気がするわ。高校科学で簡単に学習をするはずだぞ。水に浮かぶ花粉の粒子を観察すると、不規則な動きをしているっていうやつだ。これは原子や分子レベルでの衝突が起こり、それまでは動きを予想することは不可能だった。そうね、普通方程式って、何か規則性みたいなものを見つけて式で表しているってことよね。不規則なものを式で表すなんてできないわ。その不規則な動きを、統計的に解析し、方程式として表したのが伊藤先生の理論だ。そして、これは金融の世界で非常に重要なんだ。どうしてここで金融の話が出てくるの？株価や債券などの金融商品の価格は、不規則な動きをするだろう。それまでは、全く予想のしようがなかったが、伊藤の補題を用いることで、未来のある時点での株価が、これくらいの確率で、これくらい値上がりするだろう、という予測が、できるようになったんだ。経済学部って文系のふりして数学が必要なのね。
そして、伊藤の補題を基礎にして、ブラック・ショールズ方程式、というものが導出される。フィッシャー・ブラックとマイロン・ショールズという二人の経済学者によるものだ。1997年にショールズは、ノーベル経済学賞を受賞するぜ。ノーベル賞の基礎になるような理論だったということかしら。ノーベル賞受賞後、伊藤先生に会ったショールズは、わざわざ握手を求め、深く敬意を示したらしいぞ。ただ、伊藤先生自身は経済学にあまり興味なく、経済学者の集まりに招待され、熱烈な歓迎を受けるも、あまりの歓迎ぶりに当惑し、そんな定理を導いた覚えはない、と言い張ったというエピソードも残っている。なんだか、それも数学者っぽいエピソードだわ。そんな伊藤先生は、ウォール街で最も有名な日本人、と言われている。それだけ、伊藤の補題が金融の世界で重要な理論ということね。ちなみに伊藤先生は、第1回ガウス賞を受賞している。ガウス賞って、あのガウス？数学の賞ってこと？そうだ、あのガウスの名前を冠した賞だ。ガウス賞は2006年に設立され、社会の技術的発展と日常生活に対して、優れた数学的貢献を成した研究者に贈られる賞だぜ。数学って役に立たないって思われがちだけど、金融の世界でとても役に立っているわね。4人目は高木定次先生だ。高木先生は1875年生まれで、近代日本を代表する世界的数学者だぜ。近代日本って明治時代以降ってことよね。そうだ、高木先生は現在の東大理学部の前身となる、帝国大学理科大学の数学科出身で、日本初の、数学科出身の数学者、だ。数学科出身の数学者ってどういうこと？数学者になるんだから数学科って普通じゃないの？帝国大学が設立されたのが1886年だから、それ以前はそもそも日本に数学科っていうのがなかったんだ。なるほど、そういうことね。大学卒業後は、ドイツに留学し、ダフィット・ヒルベルトに師事しているぞ。その人は誰なの？ヒルベルトは、現代数学の父と呼ばれる、ドイツの数学者だ。彼は、1900年パリで行われた国際数学者会議において、ヒルベルトの23の問題、を発表する。これは当時未解決だった23の数学の問題なんだが、多くの数学者がこの解決に取り組んだ。高木定次先生もその一人だぜ。へぇ、じゃあ未解決問題は今はどうなったのかしら？ 23 のうち、5つが現在も未解決のままだな。未解決問題の一つ、ヒルベルトの第8問題はリーマン予想とも呼ばれている。リーマン予想って、私でも名前だけは聞いたことあるわ。高木先生は、問題解決に貢献はできたの？ああ、高木先生は第9問題と、第12問題に関連した難問を解決している。一人で2つも解決しちゃうなんて、すごいじゃない。第12問題に関連する難問は、クロネッカーの青春の夢、として知られている。何？そのオシャレな名前？クロネッカーの青春の夢、っていうのは、数学者クロネッカーによる代数的数に関する予想なんだが、クロネッカーが、ある手紙の中で、この予想の証明こそ、私の最愛の青春の夢、と書いたことに由来する。一流数学者の言葉だからオシャレだけど、一般人が書いたら黒歴史になりそうよね。クロネッカー自身は、この予想を証明することはできなかったが、高木先生が類対論という理論を使って解決したんだぜ。クロネッカーの青春の夢を叶えたのね。そんな数学者として、超一流の高木定次先生は第1回フィールズ賞の選考委員でもある。フィールズ賞は、この動画でもすでに何度か出ているわ、数学界のノーベル賞ね。もちろん賞を受賞した人はすごいけど、それを選考する立場というのも、すごいわ。日本国内では、文化勲章を受賞しているな。文化勲章って、国からもらえる最高の栄誉ってことね。高木先生の書いた専門書では、解析概論、というテキストは刊行から50年以上経つが、未だに数学科学生にとって、古典的名著とされている。数学教育に関しても、非常に熱心だったんだ。数学は役に立たない、なんて言われることがあるだろう。私もたまにそんなことを思っちゃうことあるわ。これは、今も昔も同じで、江戸時代の学者が次のような言葉を残している。和算は、種々の技巧を設けて、その聖地を誇る、世に世なし。和算って江戸時代の数学ね。そうだ、簡単に言うと、計算のテクニックだから世に世なし、世の中の役に立たないということだ。それに対して、高木先生はこのように反論している。世に世なし、と思うから、世に世なし。世っていうのは自分のことだぜ。自分には関係ないと思っているから、世の中にも必要ないと思ってしまうんだ。自分がどんな恩恵を受けているかを考えれば必要ないなんて言えない、っていう皮肉だな。だから、高木先生は数学教育にも熱心だったんだ。うん、耳の痛いお話だわ。さて、5人目は森重文先生だぜ。森先生もまた、天才数学者らしいエピソードの多い人だ。どんな人か楽しみだわ。大学への数学、という参考書を知っているか。参考書のコーナーで見たことある気がするわね。受験数学はもちろんだが、一般向けに数学に興味を持ってもらえるよう体系的にまとめられた数学雑誌だ。その大学への数学には、巻末に、学力コンテスト、という問題が掲載されている。大学入試問題とも違う異質な問題が出題されることもあるんだが、毎月回答期限が設定され、
応募の中から優秀な成績を収めた者の名前が掲載されるんだぜ。お、ということは森先生の名前も掲載されるということかしら。ああ、それは間違いないんだが、なんと1年間ほぼ連続満点を続けるんだぜ。え、ただ名前が掲載されるだけじゃなくて、満点を1年間も？編集部内では、森くんの答案が楽しみ、と、伝説の人になっていたらしい。森先生自身もこの時の経験を、とことん考えることを教わって、自分の原点になっている、と後に語っている。高校生の時から伝説の人なのね。大学は、1969年、安田講堂襲撃事件により東大入試が行われず、仕方なく京都大学に進んでいる。しかし、これも後に、あの時東大に進んでいたら今の自分はなかった、と語っているから結果オーライだな。今では考えられない出来事ね。そして、大学生の時には、全問正解しても80点しかくれない教授の授業で、120点を取り続けたんだ。全問正解でも80点っていうのも意味わかんないけど、それで120点って、結局何点満点なのよ。そして、数学者としてのキャリアをスタートした後は、ハーバード大学、プリンストン高等研究所、マックス・プランク研究所、コロンビア大学など、海外の大学、研究所でも研究を行っていた。とてもグローバルな人ね。専門は、代数多様体、だ。どんな分野なの？中学校の時に連立方程式を習ったよな。そして、その方程式はグラフで表すことができる。直線とか放物線ってことかしら？そう、そしてグラフの交点が方程式の解になるんだ。中学高校で習う連立方程式はこの程度だが、さらに複雑な曲線や次数の高い式で、方程式の解を図形的に考えるのが、代数多様体のイメージだ。数学って本当に奥が深いわ。その後1990年、日本人としては3人目となるフィールズ賞を受賞するぜ。これは数学者としては最高の栄誉よね。フィールズ賞は4年に一度選出されるんだが、森先生は実際に受賞する4年前にもフィールズ賞候補になっていた。しかし、その時は受賞することができず、より競争相手の多いメジャーな分野に研究分野を変えたんだ。そして、その分野で受賞となった。わざわざ競争相手の多い分野に変えて、そこで受賞してしまったなんて、かっこいいわ。そんな大数学者だが、フィールズ賞受賞について、応用がものすごく広がったが、私が貢献したのはごく一部。周りの皆さんのおかげ、と、とても謙虚な先生だぜ。私が受賞したら、自慢して回るのに。天才数学者は、人間の出来も違うぞ。ということで、今回は5人の日本人数学者を紹介してきたが、どうだった霊夢？そうね、どの先生もぶっ飛んだエピソードがあって面白かったわ。微分幾何や代数幾何といった広い分野の研究をしていた望月拓郎先生。今も数学教育で活躍される秋山仁先生。金融の分野で大きな功績を残した伊藤清先生。近代日本を代表する世界的数学者の高木定次先生。そして日本人3人目となるフィールズ賞受賞者の森重文先生。日本の数学界を語る上で、なくてはならない数学者たちだ。私はその中でも、代数幾何を研究していた望月拓郎先生が一番大好きだわ。代数幾何だけにね。皆さん地獄の空気でさようなら。この動画を見て、大学への数学に応募しようと思った人は、ぜひチャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ねえ、マリサ、今までこの動画で数々の数学者たちを紹介してきたけど、天才数学者たちって、子供の頃からむちゃくちゃ才能を発揮しているわよね。そうだな。それって、教育制度によるものじゃないかと私は思うのよ。現代の学校教育では、みんな同じ内容の授業を受けるから、偉人のような数学者は生まれてこないんじゃない？なるほど、確かに数百年前と現代では、教育の制度も違うから、数学者や科学者の出てき方は違っているかもな。でも、現代のこの日本でも、10代から才能を発揮している数学者がいるんだぜ。え、10代で数学者って、そんなこと可能なの？ああ、では今日は、現代の天才数学者、について話をしてやろう。よろしく頼むわ。そもそも、現代の天才数学者、ってアメリカとかヨーロッパとか海外の話じゃないの？海外だと、飛び級とかあって10歳で大学に入学ができるとか聞いたことあるわ。今回紹介するのは日本の話なんだぜ。そして、その天才数学者は梶田光さん、2008年生まれで現在は15歳だ。15歳って普通は中学3年生よね。それが、そんなにすごい数学者なの？そうだぜ、10歳である小学4年生の時には、双子素数や完全数に関する研究をしていて、新しい定理を発見しているんだ。小学4年生って、私はまだ割り算も怪しかったわよ。普通に学校に通っていて、そんな数学の研究なんてどうやってやるのかしら？そうだな、梶田さんがどのようにして数学者になっていったのか、そして学校はどうしているのか、梶田さんの生い立ちから話をしていこう。とても興味があるわ。梶田さんは、もともと幼少の頃より数字に強い関心があり、それに気がついた両親は、数字があしらわれたパズルやブロックをどんどん買い与えたんだ。1歳の時には、壁に貼られた九九の一覧表に興味を示し、2歳になる時には、九九をマスターしていた。
本人は、音で覚えるのが得意だから、10の段以降は苦手です。リズムが悪いでしょ?なんて語っているぞ。そもそも10の段以降を覚えようと思ったことがないわ。そして、会社帰りの父親が先生役になって数学を教え、5歳の頃には二次方程式の解法を理解していたそうだ。5歳で二次方程式を理解って、まさに天才数学者のエピソードね。小学校入学の時点で、義務教育課程の算数、数学からはほぼ学ぶことがない状態だぜ。そこで母親は専門書である、マスマティックス1001、を買い与えたんだ。数学の専門書を小学生にして読むなんて、これもすごいことよ。私が小学生の時は、コロコロコミックを買ってもらっていたわ。ちなみに、その数学の専門書は洋書だぞ。洋書ってことは、英語で書かれているっていうこと?そういうことだ。梶田さんは、小学生で英語もできたの?もちろん初めは苦労したそうだ。そこで、英語の先生についてもらって、少しずつ訳しながら読んでいき、3年かかって読破したんだぞ。英語で書かれた数学の本なんて、私なら一生かかっても読み終わらないわ。でも、小学生でそこまでできてしまったら、学校の授業なんてつまらないんじゃないかしら。そうだな、学校の授業の時も、頭の中は数学のことでいっぱいになり、全く授業に集中できなかったそうだ。それで怒られなかったの?母親は、光の自由にしなさい、というスタンスで怒ったことはなかったそうだ。他の教科も勉強しなさい、ということも、言わなかったらしい。そして、大好きな数学に時間を割くため、小学校への通学を諦め、小学4年生の時に、ホームスクーリングに決めたんだ。その選択は、周りからの批判もありそうよね。それでも、梶田さん本人の才能と意思を尊重してくれたということね。でも、ホームスクーリングって誰がどうやって数学を教えたのかしら?当時神奈川県に住んでいた梶田さん一家は、東京都内に住む数学研究者、宮本健一さんに連絡を取った。宮本さんは数学研究の傍ら、自宅で子供たちに算数を教える塾を開いていたんだ。まさに家庭教師になってくれる先生を探したのね。梶田さんの母親から電話を受けた宮本さんは二つ返事で、家庭教師の依頼を受けた。しかし、宮本さんは、母親の次の言葉に驚くことになる。小学4年生で、複素解析を習いたいということだからな。複素解析?ここでは解説を避けるが、大学で学ぶレベルの数学だ。小学校入学の時点で、義務教育の数学まで終わっていたんだから、4年生で大学レベルまで進んでいても不思議ではないわね。母親から電話を受けた翌日、実際に宮本さんと梶田さんは会うことになるが、ライプニッツの公式など、高度な数式をスラスラ解く姿を見て宮本さんは、これは叶わない、と思い、すぐに師匠に助けを求めた。その師匠って誰かしら?大数幾何の権威で、日本数学会理事長も務めた、学習院大名誉教授の飯高茂先生だ。梶田さんが小学4年生の当時、飯高先生は79歳だぜ。飯高先生はすでに、大学を退官し、カルチャースクールなどで、宮本さんら教え子と、ゼミ形式で数学をする日々を送っていた。退官したとはいえ、大学の名誉教授ってことはすごい先生よね。もちろんそうだ、日本を代表する数学者の一人だぜ。数学界のノーベル賞と言われるフィールズ賞受賞者の、小平邦彦の正当な後継者の一人と言われており、数々の業績を残している。ちなみに飯高先生は現役の頃、東京書籍の高校数学の教科書編纂に長らく関わっていた。現在30代くらいの人は高校生の頃に、飯高先生が書いた教科書で勉強していたはずだぜ。自身の研究だけでなく、教育にも力を入れている先生なのね。そして結局、宮本さんの紹介で飯高先生と梶田さんは出会い、飯高先生、宮本さん、梶田さんの3人で数学の研究会を東京で開くことになるんだ。あれ、小学4年生の梶田さんが、飯高先生に数学を教えてもらうっていうことではないの?そうだな、梶田さんのお母さんは、彼に数学指導ができる先生を探していたが、飯高先生もまた彼の才能を見抜いたんだ。だから飯高先生が梶田さんを、指導をする、という形にならなかったんだろう。飯高先生は次のように語っている。彼は、尊敬すべき数学者だ。数学者として対等で、教わることもある。飯高先生と梶田さんって、おじいちゃんと孫くらい歳が離れているわよ。それなのに、ここまで言わせるなんて、梶田さんの才能はそれほどということね。そして、梶田さんは10歳の時には、スーパー双子素数の個数公式と高橋条件、というテーマで、さらに13歳の時には、上数 H 付きオイラー双子型メルセンヌ超完全数、というテーマで、それぞれ研究発表を行い、新しい定理の発見までしている。研究テーマがもう何の話なのかわからないわ。小学生の研究って、夏休みに研究キットを買ってきて、適当に終わらせるものじゃないの?研究テーマは、簡単に言うと双子素数と完全数に関するものだぜ。双子素数?完全数?その言葉は以前の動画でも聞いたことある気がするわ。双子素数というのは、相似である2つの素数の組、のことだ。素数は知っているだろう?さすがに、それは知っているわ。落ち着きたい時に数えるやつよ。もうそのネタはだいぶ古いぞ。素数というのは、1とその数自身でしか割れない数、のことだ。
小さい方から数えると2、3、5、7、11、13、17、点点点となる。偶数である素数は2しかないから、隣り合う素数で差が1になるのは、2と3の組、しかない。偶数は全部2で割り切れるから、偶数は素数ではないわね。だから、この、2と3の組、を除けば、素数の差は、2が最小なんだ。3と5、5と7、11と13、とかね、これくらいの素数ならすぐにわかるわ。そうだな、その差が2になる素数の組を双子素数というわけだが、双子素数が無限に存在するかどうかは未解決問題なんだ。この大問題が解決されたわけではないが、梶田さんの研究テーマは、それに関連する、スーパー双子素数、についてだ。スーパー双子素数って、かっこいい名前だけど、なんなのそれは？まず、素数番目の素数、をスーパー素数と呼ぶんだ。素数番目の素数、っていうのは、どういうこと？素数は、小さい方から順に2、3、5、7、11、13、17、点点点だ。1番目の素数は2、だが、1というのは素数ではない、だからスーパー素数ではない。2番目の素数は3、で、2というのは素数だぜ、だから3はスーパー素数だ。同じように、3番目の素数は5、で、3というのは素数、だから5はスーパー素数だな。なるほど、素数に番号をつけて、その番号がさらに素数ならスーパー素数ということね。そういうことだ、つまり2番目、3番目、5番目、7番目、点点点の素数だな。じゃあ、スーパー双子素数、は、双子素数となる2つの数が、スーパー素数になっていればいいということかしら？それは、ちょっと違うぜ。スーパー双子素数は、2つの数が共にスーパー素数である必要はない。双子素数のうち、どちらか一方がスーパー素数だったらそれはスーパー双子素数だ。あら、そうなの？両方ともスーパー素数の方が、スーパー、って感じがするのに。そもそも2つの数が共にスーパー素数になる双子素数の組は、3と5、の組しかないぜ。1組しかないの？ああ、偶数である素数が2だけだから、偶数番目の素数がスーパー素数になることはないからな。確かに、偶数番目にスーパー素数にならないってことは、スーパー素数が並ぶことはないわね。だから双子素数のうち一方がスーパー素数なら、スーパー双子素数ということだ。双子素数はこんな感じだ。そして、そのうちスーパー素数になるものだけに印をつけると、こうだ。ということで、スーパー双子素数の例は赤く囲んだ組だな。これが、梶田さんの10歳の時の研究というわけね。もう一つの研究テーマは何だっけ？もう一つは完全数だ。13歳の時の研究テーマが、乗数 H 付きオイラー双子型メルセンヌ超完全数、だぜ。超完全数、って入っているわね。これは言葉の翻訳の仕方次第だが、スーパー完全数、と呼ぶこともある。また、スーパー、が出てきたわ。そもそも完全数ってなんだっけ？完全数というのは、自分自身が、自分自身を除く正の約数の和に等しくなる自然数のことだ。どういうこと？例えば、6の約数は1、2、3、6の4つだが、そのうち自分自身となる6を除く数を足すと、1たす2たす3イコール6となって、自分自身になる。28もそうだ。28の約数は1、2、4、7、14、28だから、1たす2たす4たす7たす14イコール28。確かにそうなるわ。じゃあスーパー完全数っていうのは？スーパー完全数は、完全数と同じように約数の和を考えるんだが、今度は自分自身も加えるんだ。そして、その和のさらに約数の和が、元の数の2倍になっているものだ。説明がややこしくて、よくわからないわ。実際に計算してみよう。例えば最小のスーパー完全数は2だ。そして2の約数は1と2だけだから、その和は3だぜ。うん、ここまでは簡単だわ。さらに、この3の約数の和を考えよう。3の約数は1と3だけね。そうだ、その和は4だから、元の2の2倍になっている。だからスーパー完全数だ。なるほど。次のスーパー完全数は4だ。4の約数の和は1たす2たす4イコール7だな。この7の約数の和をさらに考えるのね。1たす7イコール8ということになるわ。これも元の4の2倍になったぜ。こういう数をスーパー完全数というのね。そしてスーパー完全数の例がこれだ。普通の完全数とは、随分違うわね。このスーパー完全数になる数は、すべて2のべき乗の形をしている。その数の約数の和は素数になっていて、その素数の約数の和が、元の数の2倍なんだぜ。だから、スーパー完全数の研究は素数の研究にもつながっているんだ。これが13歳の時の梶田さんの研究テーマなのね。スーパー双子素数とスーパー完全数、どちらも素数につながる研究だわ。素数はまだまだ未解決問題も多いから、今後のさらなる研究が期待されているぞ。それにしても、ホームスクーリングでここまでの研究ができたのは、飯高先生との出会いがあったからよね。そうだな、そもそも梶田さんの両親が学校教育にとらわれない考え方を持っていて、宮本さんに連絡をしたこと、そして宮本さんが梶田さんの才能を見抜いたことで、飯高先生と出会うことができたから、周囲の大人が、学習環境をしっかりと準備するのは大きいな。確かに、もし小学生の梶田さんが、きちんと学校の授業を聞きなさい、なんて言われていたら、今の研究はないどころか、不登校や引きこもりになっていたかもしれないものね。
梶田さんは、周囲の大人の理解によって大成功しているが、世の中には、才能がありながら、それが理解されないというケースも少なくない。そのような特別な才能を持って生まれた子供を対象に、それぞれの学習能力や学習ペースに合わせた特別教育を、ギフテッド教育、と言うんだぜ。ギフテッド、天才っていう意味ね。学校だと、クラスのみんなで足並みを揃えて同じ内容の学習をするが、ギフテッドと呼ばれる、生まれつき知能指数の高い子供からしたら、授業内容が退屈すぎてしまう。自分自身でさらに進んだ学習をしようとしても、教師からしたら、指示を聞かずに好き勝手にやっている生徒って見えてしまうから、通知表は悪いことが多い。歴史に名前を残す偉人が、実は学校の成績が悪かったってよくあるわよね。そうだよな。もし今の知能のまま小学生に戻れたら、テストとか全部100点だから、学校楽勝だぜ。でも嘘をするけど、実際は授業中とか、やってられないくらい退屈なんだろうな。そう考えると、コナン君ってすごいわね。話は戻るが、近年ギフテッド教育というのが活発に考えられている。その一つが、孫正義育英財団、だ。孫正義ってソフトバンクの人ね。そうだ、ソフトバンクグループ代表の孫正義が、突き抜けた才能を持つ若き才能を支援するために設立した。今回紹介した梶田光さんは、孫正義育英財団、の3期生だ。飯高先生や宮本さんに出会った後、先生たちの勧めでこの財団の扉を叩くことになった。とはいえ、誰でも支援をしてもらえるってわけではないわよね。もちろん、誰でもというわけではない。応募時点で25歳以下で、国際大会や全国大会で優秀な成績を収め、さらに論文選考やプレゼン選考を通過する必要がある。それを通過した天才だけが、財団からの支援をもらえるというわけね。支援内容もそれぞれの研究に応じて決定がされる。研究開発費用だったり、留学、進学の援助だったりな。日本国内だけでなく、海外留学の支援もしてくれるのね。日本の大学でもなくはないが、飛び級制度などはやはり欧米の大学の方が一般的だしな。ただ、そのような才能が、海外に流出してしまうことを防ぐために、日本の大学でも飛び級制度をしっかりと整備するべきだという動きもある。才能がある子供が、好きな場所で好きな勉強ができるのが一番よね。ということで、今回は若き天才数学者、梶田光さんの紹介をやってきたぜ。歴史上の偉人の逸話って嘘みたいな話が多いけど、現代でもあり得るということに驚いたわ。でも、おそらく発掘されずに埋もれていった才能も多くありそうよね。そうだな、だからこそ孫正義育英財団のような、ギフテッド支援を行う機関が必要になる。しかし、そもそも才能を見つけるためには、周りの大人がしっかりと子供のことを理解してあげないといけない。頭ごなしに才能を潰してしまうのは良くないわよね。そういう才能ある子供は、きっと心も繊細よ。天才だけにね。皆さん地獄の空気でさようなら。この動画を見て、ソフトバンクを応援しようと思った方は、ぜひチャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ついに長年の悩みから解放されたわ。どうしたんだ霊夢。私に数学ができない理由がわかったのよ。ほう、どんな理由だ？数学で出てくる文字って、X、Y とかアルファ、ベータみたいに、アルファベットかギリシャ文字ばかりじゃない？そうだな。日本の文字じゃないんだから、そもそも数学は日本人にはわかりにくいようにできてるのよ。ひどい言い訳だぜ。残念だが、日本にも優秀な数学者はたくさんいるぜ。そうなの？中でも江戸時代の関高和という人物は、欧米の科学や文化がほとんど入ってこなかった鎖国の最中に、日本で独自に数学を発展させた天才なんだ。そんな人がいるのね。そこまで言われたらいくらど文系の私でも気になっちゃうわ。なら今回は、関高和について解説しよう。お願いします。早速、今日の主役、関高和の生い立ちから見てみよう。関は、1635年から1643年ぐらいの間に生まれたとされる。ちょっと待って、なんでそんなに幅があるのよ。記録が曖昧で、生まれ年がはっきりしていないようだ。生まれた場所も、現在の群馬にあたる上野国という説と、江戸という二つの説があるぜ。初っ端からいきなりプロフィールがいい加減ね。生家は内田という武士の家だったが、5歳の頃に関家の養子になったようだ。関は幼い時から数学に親しんでいて、この頃にはすでに大人の計算の誤りを指摘するなど、その振動ぶりは18世紀ドイツの数学者、ガウスを彷彿とさせるものがあるぜ。時代も場所も全然違うけど、ガウスも天才として名高いわね。そうだな。関がどうやって数学を学んだのかはあまりはっきりしていないが、特に師匠などがいたわけではないので、小さい時から数学の書物を読んで独学したと言われるぜ。なるほど、子供ながら日本で勉強したのね。子供だからと侮ってはいけない。読んでいた本はなかなかレベルが高いんだぜ。その一つが、人工期、だ。江戸時代なのに横断歩道があったの？信号機、じゃないぜ。人工期は、吉田光義という人が執筆した、当時の算術書のベストセラーだ。日常生活に必要な算術や計算を、基礎から応用まで、庶民にもわかりやすくまとめたものだぜ。江戸時代の数学の教科書みたいなものね。そんなところだな。
彼のこうした算術に対する情熱や才能は、その後、後の江戸幕府六代将軍である徳川家信にも注目され、現在の山梨県にあった甲府藩で、財政の監査役を務めることになるぜ。関の数学好きは幕府にも知られるほどだったのね。それでは、関の和算家としての業績を見ていくことにしよう。和算家？江戸時代の頃の日本の数学は、和算、と呼ばれているんだ。人工期の著者、吉田光義も和算家の一人だぜ。ふむふむ。そして江戸時代は、日本国内で数学が大きく発展した時期だ。鎖国という制限された環境の中でも、日本人なりに頑張っていたのね。鎖国中だったからこそ、独自の発展を遂げたとも考えられるな。和算が高等数学として進歩するための基礎を作った関高数こそ、和算に最も貢献した人物と言えるぜ。彼は具体的にどんなことをしたのかしら？そうだな、第一の大きな業績は、発微算法、という書籍を表したことだ。なんか、微熱を発症してそうな名前ね。そんな風邪気味の本じゃないぜ。発微算法、は、それまでの和算ではうまく計算できなかった、方程式の扱いに革命を起こしたんだ。革命って、どういうこと？まずは従来の和算から説明しよう。関はさっきの人工期の他にも、中国から伝わった数学書、三角啓蒙、で、天元術という代数問題の解法に触れていたんだ。天元術、今日は知らない言葉がたくさん出てくるわね。まあ落ち着いてくれ。天元術とは、算儀、と呼ばれる木製の棒を使って、工事の代数方程式の問題を解く方法のことだ。棒で方程式が解けるの？ああ、と言っても現代の数学を知っている我々からすれば、かなり原始的な方法だがな。天元術では、方程式の係数に当たる数を、棒の本数で表していたんだ。正の数には赤い算儀、負の数には黒い算儀が使われ、布の上に係数に合わせた本数を並べて、その組み合わせで方程式を解いていたんだぜ。計算というよりパズルみたいで難しそうだわ。それでも実際に方程式が解けるから、当時は実用的な方法とされていたんだな。ところがこの天元術には、重大な欠陥があったんだ。どんな欠陥かしら？まず、棒の本数で係数を表しているから、係数が整数の方程式しか扱うことができなかったんだぜ。言われてみれば確かにそうね。係数が分数や小数の場合は、単純に棒の本数で表すことはできないわ。それに、未知数、つまり X や Y といった変数が2つ以上あるような、連立方程式の問題を計算することもできなかったんだ。そうなの？連立方程式が解けないって、不便そうね。ああ、そこで関は、こういった算儀の限界に気づいて、不便さを打開しようと試みたんだ。こうして編み出されたのが、発微算法、で記述した、転算術、という新しい計算方法だぜ。今度は、転元術、じゃなくて、転算術、なのね。転算術では、それまでの転元術において算儀の並べ方で表していたものを、そのまま紙に書き写し、式を、係数と文字の記号の組み合わせで表すことによって、算儀を使わずに紙面上で方程式を解くことが、できるようになったんだ。棒を使うパズルみたいな方法から脱却して、紙とペンさえあれば方程式を解けるようにしたのね。その通り、もともと算儀でやっていた操作を、式の変形に置き換えて紙に記録したってわけだ。この発想のおかげで、係数が整数でない方程式や、2つ以上の変数を含む方程式も解けるようになったんだな。この方法は現代人にとっては当たり前のように感じるかもしれないが、当時としては画期的な発見だったぜ。なるほど。ちなみにこの時使われた、係数の隣に文字を書く表し方は、現代数学での表記にかなり近いものだったんだぜ。数式の表現が、算儀の時に比べてシンプルになったのね。ああ、問題解法への見通しが立てやすくなったことで、後世の和算家たちも多大な恩恵を受けたに違いないぜ。さっき霊夢が言っていた、紙とペンだけ、というのも、なかなか現代数学的だ。なるほど、関高数のおかげで和算が高等数学に発展したという理由がわかったわ。西欧諸国との交流がほとんどなかったこの時代に、独学によって自力で従来の和算の限界に気づき、便利な表現や新しい方法を作り出したことは、天才と言わざるを得ない功績だぜ。本当ね、まるで未来から来たみたいだわ。ちなみに、俳句の天才である松尾芭蕉を拝聖、茶道の天才である千利休を茶聖と呼ぶのに倣って、関高数のことを三聖と呼ぶこともあるぜ。関の第二の業績としては、西洋数学に先駆けて数学の公式や概念を発見したことが挙げられる。繰り返しになるが、関が活躍した頃の日本は厳しい鎖国の最中だったから、西洋の研究にも触れる機会がなかったはずだ。だが、彼は西洋の数学者とほぼ同時期、いや、なんなら少し早い時期に、いくつかの重要な数学の概念を考えていたんだぜ。世界の数学を先取りしていたのね。その代表的な例が、ベルヌーイ数、だ。ベルヌーイ数って？発見者であるスペインの数学者、ヤコブ・ベルヌーイにちなんで名付けられた数列だ。記号では BN と表され、具体的にはこんな数になるぜ。この数列に何の意味があるのかしら？例えばこのように、自然数のべき乗の和を求める公式を、相和公式、と言うんだが、ベルヌーイはこの式の指数の部分を一般化できないかと考えたんだ。その過程で発見されたのが、ベルヌーイ数だ。
ベルヌーイ数を使うと、総和公式は次のように表すことができる。確かに、式の中にベルヌーイ数が現れているわね。彼はまた、ベルヌーイ数自体の規則性を記述することにも成功したんだぜ。ふむふむ。さらに、ベルヌーイ数は、三角関数や双曲線関数といった関数の展開、つまり関数を多項式のような形で表すときにも登場し、解析学の分野でも役に立っている。ところで、ベルヌーイ数がどんなものかはなんとなくわかったけど、これが積高数とどう関係あるの？実は積も、ヤコブ・ベルヌーイとは独立して、総和公式の一般化やベルヌーイ数の規則性を発見していたんだ。え、そうなの？ああ、しかも、名前の由来であるベルヌーイ本人よりも少し早く発見していたことが知られているぜ。それならベルヌーイ数じゃなくて積数と呼ばれるべきじゃない。二人の発見がほぼ同時期だったこともあり、積ベルヌーイ数、という呼び方をすることもあるぞ。さらに興味深いことに、積もベルヌーイも、総和公式の規則性を探るために、10乗の場合まで具体的に計算していたという記録が残っているんだ。へぇ、独立して研究していながら、公式を発見するのには同じくらいの労力を要していたというわけね。他にも、積が西洋の数学者より先に発見したものとして、行列式、があるぜ。行列式？数学でよく使われる道具として、数や式を正方形上に縦横に並べた、正方行列というものがある。この正方行列一つ一つに対して、行列式と呼ばれる値や式を与えることができるんだ。西洋では、数学の一大分野である微分積分学を作ったドイツの数学者、ライプニッツが導入した考え方だぜ。でも日本で積高数の方が早く発見したの？ああ、積は、ライプニッツほど完全に一般的な形ではなく、小さな行列に限ってだが、ライプニッツよりも10年ほど前に行列式を使っていたんだ。10年も早く、連立方程式の解き方を研究する過程で、未知数を消去するために自ら行列を導入し、行列式の計算方法まで考えていたんだぜ。さっきの総和公式もそうだけど、情報が干渉し合っていないはずの別々の国で、全く同じものにたどり着いたというのが不思議だわ。3×3 の行列の行列式の公式の覚え方は、フランスの数学者の名にちなんで、サラスの方法、と呼ばれるが、積が1683年に表した、回復大の方、に記された図は、まさにそれとほぼ同じものだったんだ。なのに積の名前はどこにも残っていないなんて。一応、あまりメジャーではないが、サラスの方法を、積サラスの公式、などと呼ぶことも、稀にあるぜ。積の方が早かったんだし、独学でここまでやっているんだから、もうちょっと評価されても良さそうなのにね。まあ、日本で体系的な現代数学が研究されたのは、明治時代以降に西洋の数学が入ってきてからのことだから、仕方ないかもな。最後に、積の功績をもう一つ紹介しておこう。それは、円周率の近似値、だ。円周率はわかるけれど、近似値って何だったかしら？およその値だな。円周率が大体どれくらいの値になるのかを計算したということだぜ。3.14 じゃないの？もちろんそれが正しいんだが、実は積が登場するまでの和算では、円周率の値として主に 3.16 が使われていたんだぜ。あら、ちょっと大きいわね。積が数学を学ぶ際に読んだ、人工期にも 3.16 として記載されていたんだ。じゃあそれを読んだ江戸の庶民たちも、間違った値を使っていたのね。そういうことになってしまうぜ。そもそも円周率とは何だったかというと、直径に対する円周の長さの比だったな。そうね、確か、円周の長さイコール直径×円周率だったわ。ああ、つまり円周率の近似値を求めるためには、円になるべく近い図形を書いてみて、その周りの長さが直径の何倍になるかを考えればいいわけだ。円に近い図形ってどういうこと？例えばこのように、直径1の円に内接する正六角形を考えてみよう。すると、この正六角形の周りの長さは、3になるんだ。一方で、直径1の円周は 1×π イコール π だから、π は3よりも大きいとわかるぜ。なるほど、正六角形よりも外側にある円の方が、周りの長さが長いことを利用したんだわ。今度は逆に、同じ直径1の円に外接する正六角形を書いてみると、その周りの長さは2ルート3、およそ 3.46 くらいになる。だから、それより内側にある円周の長さは 3.46 よりも小さい、とわかるんだ。外側と内側から円を挟んで、円周率の値を大きい方と小さい方から評価したのね。そういうことだ。ちなみに正六角形くらいなら、中学校の知識でも計算できるぜ。そして、正八角形、正十二角形、などと辺の本数を増やしていけば、図形が円に近づいていくから、より正確に円周率を求めることができるってわけだ。ふむふむ。実際、紀元前3世紀頃の古代ギリシャでは、アルキメデスが正96角形を使って、円周率は71分の223よりも大きく、7分の22よりも小さい、ということを証明したんだ。うわぁ、随分頑張ったのね。数字に置き換えると、小数第2の 3.14 まで求めたことになるな。そして本題の積高数も、同様に正多角形を使って円周率を求めたんだぜ。積は何角形を使ったの？なんと、正13万、1072角形だ。気が遠くなるわね、まさに桁違いだわ。
この方法で彼は、小数第11位までの近似値、3.1415、9265、359を正確に算出したんだ。11桁も、しかもちゃんと合っているのね。また、近似分数、つまり分数での近似値として、113分の355という値も示したんだぜ。これも正しいの？ああ、11桁に比べれば荒いが、精度が高く使い勝手もいい形だ。なんで彼はそんな計算をする気になったのかしら？暦の計算をする上で、正確な円周率が必要になったらしいぜ。ちなみに関田嘉一の死後、彼の弟子だった武部方弘は、同様の方法で小数第41位までの近似値を、正しく求め、師匠の記録を大幅に塗り替えたんだ。へえ、少し前までは 3.16 が使われていたというのに、だいぶ進歩したわね。関の元にはこの武部をはじめとする優秀な弟子たち数人がいて、彼らは関の研究を書籍にまとめたり、各々で研究を進めたりして、後世にもつながる、関雄和さん、という流派を築き上げたんだぜ。さて、ここまで日本の数学者、関田嘉一について解説してきたが、どうだったかな？江戸時代にこんなに数学が盛んだったなんて、知らなかったわ。日本にもこんな天才がいたのね。西洋の数学者ばかりでなく、関のことももっと皆に注目してほしいものだな。今日の話には彼の素晴らしい功績が、わんさか、出てきて面白かったわ。和参加だけにね。皆さん地獄の空気でさようなら。関田嘉一のことも、この動画のことも高評価し、ぜひチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ねえねえ、マリサ。どうした？霊夢。昔、数学の教科書を見ながら、公式を最初に見つけた人ってすごいなぁと思ったことがあるの。そうか。公式を発見するってすごいことでしょ？ああ、もちろんだぜ。数学界において重要な公式を発見でもしたら、大騒ぎになるだろうな。私にも発見できるかしら？なんだ霊夢、新たな公式を発見したいのか？だって、なんかかっこよくない？名前も霊夢公式みたいにつけれるもんね。まあ、どんな名前にしようと知ったことではないが、公式を見つける天才なら知っているぞ。どんな人なの？じゃあ今日は、インドが生んだ奇跡の数学者、ラマヌジャンについて解説していこうか。ド文系の私にもわかりやすくお願いするわ。まずは、この動画の主人公でもある、ラマヌジャンがどういう人物なのかを、ざっくりと紹介するぜ。ラマヌジャンの本名はシュリニバーサ・ラマヌジャンといい、19世紀に生まれた、インドの数学者だ。名前を覚えられる気が全くしないわ。ラマヌジャンが生まれたのは、南インドで、極貧のバラモン階級の家庭だった。バラモンって確か、インドの中でも最高位に位置する階級だったはずだけど、極貧な家庭もあったのね。幼少の頃より母親から徹底したヒンドゥー教の宗教教育を受けた彼は、高校での成績は悪く、数学の正式な教育は受けていなかったという。ふむふむ。15歳の時、ジョージ・カーという数学教師が著した、純粋数学要覧という本に出会ったことが、彼の人生の転機となったんだ。この純粋数学要覧は、受験用の数学公式集で、これを機に、彼は数学に没頭することになる。ただの数学公式集で？ああ、ただ数学に没頭しすぎてしまった彼は、奨学金を得て入学した大学で、他科目の授業に出席しなかったことが影響して、学位を得ないまま中途退学してしまったんだ。え？もったいない。その後は、しばらく独学で数学の研究を続け、やがて職に就くが、そこでの上司の理解もあって、仕事を早めに終わらせ、数学の研究を続けていた。孤立して自らの数学的研究を展開していたが、周囲の勧めからイギリスの教授たちに手紙を出した。しかし、これらの手紙は全て黙殺されてしまうんだ。それでも、ケンブリッジ大学のゴドフリー・ハーディ教授は、ラマヌジャンの手紙を読み、その内容に驚愕したんだ。ラマヌジャンが後に偉大な数学者になったことを考えると、このハーデス教授もすごい発見をしたわね。いや、ハーデスじゃなくてハーディ教授な。まあその通りで、ハーディ教授は、私の数学界への最大の貢献は、ラマヌジャンの発見である、という名言を残しているぜ。すごいね。ラマヌジャンの才能を感じたハーディ教授は、彼をケンブリッジ大学に招待した。その際、ラマヌジャンに対して公式の証明を送るように手紙を出したが、彼はそれに返答できなかったんだ。どうして？ラマヌジャンは、証明するということそのものを知らなかったんだ。え？もともと数学教育は受けていないし、わからなくもないが、驚きだよな。ただし、何の返事もしないというわけにもいかなかった彼は、その代わりとして、新たな定理を大量に送ったんだ。すごいことするわね。こうしてラマヌジャンとハーディは、共同研究をすることになった。研究中のラマヌジャンは、公式は寝ている間にナーマギリ女神が教えてくれるなどと、よくわからない理由で次々に新しい発見をしていった。女神様が教えてくれるの？いや、本当かどうかは怪しいがな。ラマヌジャンの発見した公式をハーディが証明する、そうして研究は続いていった。ただし、そんな生活も長くは続かない。イギリスの生活に耐えることができなかったラマヌジャンは、やがて身体的な衰弱をきたす。結局、病気を患ってしまい、1919年にインドに帰国したんだ。1919年なら第一次世界大戦中だし、仕方ないのかもね。
国語も研究を続け、新たな公式を生み出していたラマヌジャンだったが、1920年に32歳の若さで最後を迎えることになったんだ。ラマヌジャンが生涯、生み出した公式の数は、約4000個だと言われているんだぜ。4000個も?すごすぎじゃない?ああ、それだけでも、ラマヌジャンの天才っぷりが伺えるぜ。以上が、インドの魔術師とも呼ばれる、ラマヌジャンの生涯だ。ラマヌジャンの凄さは分かったけど、具体的に言うとどこが凄かったの?女神様を召喚できるところ?いや、そこじゃない。ここからは、ラマヌジャンの具体的な功績を紹介していくぜ。ラマヌジャンの有名な話で、タクシー数というものがある。へえ、タクシー。おい、どこへ行くつもりだ。まあ、そのタクシーが由来なんだがな。どういうこと ?1918 年2月頃、療養所に入っていたラマヌジャンの見舞いに来たハーディが、乗ってきたタクシーのナンバーは1729だった。さして特徴のない数字だったよ。と言った、これに対しラマヌジャンはすぐに次のようなことを言ったんだ。そんなことはありません。とても興味深い数字です。霊夢は、この意味がわかるか?うん、いいな、肉かしらね。残念、全然違うぞ。ラマヌジャンはこのように続けた。それは2通りの2つの立方数の和で表せる最小の数です。全然わからなかったんだけど、立方数というのは、ある数 N の3乗となる数のことだ。例えば、8は2の3乗で表すことができるから、立方数だと言える。64や、125も同じく立方数ってことね。そういうことだぜ。そして、1729という数字は、1729イコール、12の3乗足す1の3乗イコール、10の3乗足す9の3乗と表すことができるんだ。この式から、2通りの立方数の和で表される、ということが理解できるだろ?つまり、ラマヌジャンが言っていたのは、A イコール、B の3乗足す C の3乗イコール、D の3乗足す E の3乗という形で表される。最小の A が、1729だということだ。へえ、それを即答したの?ああ、ただこのことは、彼がフェルマーの最終定理を研究する過程でたどり着いた数だと言われているんだぜ。フェルマーの最終定理ってよく聞くけど、具体的にどういうものだったかしら?フェルマーの最終定理とは、17世紀フランスのピエール・ド・フェルマーによって唱えられた定理で、3以上の自然数 N について、X の N 乗足す Y の N 乗イコール、Z の N 乗となる自然数の組は、存在しないという内容だ。例えば、N イコール3の時ならば、X の3乗足す Y の3乗イコール、Z の3乗を満たす X、Y、Z の組は存在しない、ということだ。見た目だけで言えば存在しそうだけど、本当に存在しないの?ほら、N が2だとしたら3平方の定理と同じ式になるじゃない?確かに、3平方の定理は成り立つし、N イコール3の時も当てはまる数があるんじゃないか、と考えてしまうのもわかるが、この定理は正しいと証明されているんだ。話すと長くなるし、今回の主題はラマヌジャンだから、ここは省略するぜ。で、ラマヌジャンとフェルマーの最終定理がどう関係してくるの?ラマヌジャンは帰国後、フェルマーの最終定理で、N が3の時の判例は出せなかったが、判例に近い値を出す公式を考えついていたんだ。判例に近い値?そうだ、彼が考えた式は、X の3乗足す Y の3乗イコール、Z の3乗足す1と、X の3乗足す Y の3乗イコール、Z の3乗マイナス1で、フェルマーの最終定理にマイナス1をしたり足す1をした式だな。フェルマーの最終定理の式に、プラスマイナス1をした式だから判例に近いのね。この式を満たす X、Y、Z は無数に存在するってこと?ああ、そういうことだな。そして、さっきのタクシー数、1729は足す1の方の式に、X イコール10、Y イコール9、Z イコール12の時、出てくるため、この時に見出されたと言われているんだ。確かに、計算するとぴったり当てはまるわね。これが、ラマヌジャンがタクシー数1729に対して興味深いと言った理由だな。次は、ラマヌジャンの発見した、驚くべき公式の数々について紹介していくぜ。まずは、素数に関連したこの公式だな。この公式は、分母を素数の2乗マイナス1、分子を素数の2乗足す1で表し、各素数のそれを掛け合わせていった数が、2分の5になるという公式だ。途中までなら、実際に計算できそうね。素数の11までを計算すると、約 2.4 だな。すごい、2分の5は 2.5 だから、このまま計算を続ければ、もっと近づいていきそうね。次は、ネイピア数 E に関連した公式を紹介しよう。ネイピア数?ネイピア数とは、数学において、π と同じ部類の、超越数に分類される数のことだ。ネイピア数に関しては、過去動画で紹介しているから、気になる方はそっちを参照してみてくれ。ラマヌジャンが発見した公式が、これだ。何これ？分数の中に分数があって、さらにその中に分数があるのね。ああ、こういうのを連分数と言うんだが、自然数を無限に使って表される連分数と、超越数であるネイピア数 E が、一つの式で結ばれているのが、不思議だと言える式だな。次に紹介するのは公式ではないが、ラマヌジャンは円周率 π の近似にも挑戦している。それは、π が2206ルート2分の99の2乗で近似される、というものだ。近似って言うけど、実際には、どこまで正しいの?この式の値は、円周率の8桁目まで正しいんだ。8桁ってすごいの?
まあまあすごいんじゃないか。π の近似にルート2という無理数を使っているところもポイントだな。ここからは、ラマヌジャンの提唱した公式について、細かく、具体的に考察してみよう。まず、ラマヌジャンはこのような公式を発見したんだ。うわ、ルートがいっぱい連なってるのね。なんだか五線譜みたい。いや、楽譜読めるのか？真ん中が C よ。これだけ知っていればなんとかなるわ。そんな簡単じゃないだろ。話を戻すぞ。この公式は、見た通りだが、まずルートを書き、1、プラス、2でさらにルート、1、プラス、3でまたルート、を無限に繰り返していく。公式の中で、ルートの前に出てくる自然数が、一つずつ増えていっているんだ。そしてこの値が、3になる、という公式だな。理由はわからないけど、こんなに複雑そうなのに、最終的にただの3になるところが面白いわね。この公式には、ラマヌジャンのある逸話が残っているんだぜ。これは、インド数学協会誌にラマヌジャンの初の論文である、ベルヌーイ数の書生室が掲載された時の話だ。そのインド数学協会誌の読者に向けて、出した問題の一つが、この式だったんだぜ。ふむふむ。しかし、半年待っても読者からの回答は得られなかったんだ。みんな、難しすぎてわかんなかったのかな？まあ、そういうことだろうな。そして結局、ラマヌジャン本人が回答したんだぜ。この時のラマヌジャンは、読者に勝った、みたいな心境だったのかしらね。インドってのは数学大国だから、それはラマヌジャンにとっても嬉しかったかもしれないな。この式が、なぜこうなるのか、気になるか？気になる。ならば説明しよう。まずは3をルート9の形に変形させる。次に、9を1たす8に変えて、8を 2×4 に変えるんだ。さらに、4をルート16に変え、16を1たす15に変形する。そして、15を 3×5 に変える。その後ルート25に変え、25を1たす24に変形する。これを繰り返していくんだ。ルートにして1たす x の形にして、x を掛け算に分解することを繰り返していく、ということね。そうだぜ、その結果、最終的に最初の公式が得られるんだ。なるほどね。ただ、厳密な証明となると難しくなるから、そこは省かせてもらうぜ。これに関連した2つの公式を紹介しよう。まず1つ目は、この公式だ。さっきと同じように、ルートが連なっているわ。ああ、先ほどの公式と違う点は、式に含まれる記号がマイナスであること。ルートの前に出される数が分数で、分母が2の n 乗ずつ増えていく数であること。全体的な値が2分の1になることだけだ。最初のとだいぶ似ている公式なのね。他にも、このような公式もあるんだぜ。これも、見た目がすごく似ているわね。ああ、ただこの式はルートじゃなくて3乗根で、登場する数字はマイナス6とマイナス2しかないから。かなり綺麗に見えるな。なんでこんな公式を思いついたのか、本当に不思議ね。本当に女神様に聞いていたのかも。このように、ルートが連続した公式を、ラマヌジャンはいくつも発見したんだ。次は、さっき紹介した円周率 π の近似よりも、さらに π に近づいた公式を紹介しよう。それが、この公式だ。うわ、なんかいろいろとありすぎて理解できる気がしないわ。諦めましょう。もう少し頑張れよ。さすがに全てを理解しろ、とは言わないから。こんな公式もあるんだ、くらいの気持ちで見てくれればいいぞ。この公式は全く理解できる気がしないけど、他にも円周率を求める公式ってあるの？ああ、円周率を求める公式は、ラマヌジャンの公式以外にも多く発見されているぞ。代表的なものは、ライプニッツの公式だ。何それ？プリッツ？いや、プリッツじゃない、ライプニッツだ。ライプニッツの公式とは、このような式だ。1-3/5-1-7/1 と、分母は奇数、分子はすべて1で、プラスとマイナスが交互に現れる。そして、その値が4分の π になる、というものだ。こんな単純な式で、円周率の π が出てくるなんて、にわかには信じがたい話ね。ここまで見た目が美しい式から、π が出てくるから、信じられないのもうなずけるな。一方で、ラマヌジャンの公式は非常に複雑だ。なんかよくわからない記号もあるし、数も膨大だから、確かに複雑だわ。だが、その代わりに、非常に少ない計算量で、とても早く π の真の値に近づくという性質を持っているんだぜ。ラマヌジャンの方が、計算が楽ってこと？まあ、ざっくり言うとそういうことだな。1985年にウィリアム・ゴスパーという人物がこの公式を使って、円周率の値を約1750万桁まで計算し、当時の最高記録であった1000万桁を大幅に上回ったんだ。1750万桁も？そこに使われたってことは、やっぱりラマヌジャンの公式はすごいってことかしら？もちろん、この公式を発見したことはすごいことだ。しかし、ラマヌジャンは他にも円周率に関する公式を発見していたんだ。例えば、これだ。さっきよりは単純な式ね。特殊な記号がなく、すっきりした公式だな。分母の前にかけている数は、1、5、9、13と、4ずつ増えていってるな。分数の部分は、分母が偶数の、分子が奇数の積になっていて、それらを参照しているんだ。いくら考えても、この式と π なんか結びつきそうにないわ。まあ、それは私も同感だぜ。もう一つ、ラマヌジャンはこのような公式を発見したんだ。あ、結構です。そう言いたくなる気持ちもわかるが、この式も、答えが π 分の1になるんだぜ。
そして、注目すべきはここ、二重階乗を用いている、という点だ。階乗って？階乗とは、その数以下のすべての自然数を掛け合わせたものだ。このびっくりマークが、階乗を表す記号だな。このマークは、正式にはエクスクラメーションマークという。例えば、4の階乗だったら 4×3×2×1 で24だってこと？その通りだぜ。そして、この公式に使われているのは、階乗ではなく二重階乗と呼ばれるものなんだ。確かに、2つ並んでいるわね。この二重階乗は、簡単に言えば一つ飛ばしの階乗だな。4の二重階乗なら 4×2、8なら 8×6×4×2 を表しているんだ。今回は詳しい説明を省くが、興味があったら調べてみるといいぞ。なんだか、難しそうな話ね。ああ、この二重階乗という概念が用いられているこの公式は、とても異常だと言えるぜ。こういうところからも、ラマヌジャンの天才性が垣間見れるな。ラマヌジャンって、すごい人なのね。ああ、数々の数学者がラマヌジャンを称えているし、そもそも4000個も公式を発見する時点で、かなり異次元に感じるよな。師匠に功績にされちゃうくらいだから、32歳以降も生き延びていれば、さらに多くの公式を発見していたことでしょうね。それは間違いないだろうな。今回はラマヌジャンという、一人の数学者の功績や、天才性について、解説してきたぜ。1729という数字を瞬時に興味深い数だと言ったり、公式をたくさん発見したり、とても魅力のある数学者だと思うわ。そうだな。女神に公式を聞いていたエピソードについては、マジヤバいじゃん、って思ったわよ。ラマヌジャンだけにね。皆さん地獄の空気でさようなら。タクシーでお肉食べに行こう、と思った方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。